結婚すっから。マジか、おめでとう。ってことで兄貴とは絶縁よろ。え、今日から俺は一人っ子な。待て待て、急にどうしたんだ。中卒の兄がいるなんてとんでもない汚点じゃん。俺が中卒なのは両親をいっぺんに事故で亡くして働かないといけなくなったからだって知ってるだろ。15のガキが変な正義感出しやがって、マジ迷惑だったわ。はぁ、余計なことしなきゃ金持ちの親戚に引き取ってもらえたかもしんねえのに。直樹だって聞いてただろ、葬儀の時でのこと。父さんの姉と母さんの妹が俺たちをなすりつけ合ってたやつ。そう、7歳も年の差がある男兄弟なんていらないって俺たちの目の前でギャーギャー騒いでるのを見て、この人たちに頼るのは無理だって悟ったんだ。あの人らが揉めてたのは兄貴がポンコツだったからだ。は？俺はクラスで一番に九九を暗記して将来有望な小二だったけど、兄貴は下の中の成績で未来絶望な中3だったろ。確かに俺は部活一筋で頭は良くなかったけど、俺だけだったら引く手あまただったのに、兄貴がいたせいでみんなが嫌がったんだ。そんなこと言うなよ。だってそうだろ、20年経って35になった今も潰れかけた工場勤めで無能の塊じゃねえか。うちの会社を悪く言うな。あ？中卒でどこも雇ってくれなくて途方に暮れてたところを社長が迎え入れてくれたんだぞ。はいはい、そりゃお涙頂戴で感動でしたね。おちょくるなよ。その工場で働けたおかげで直樹を大学まで行かせてやることができたのに。兄貴が勝手に俺の世話してただけじゃん。恩着せるなよ。俺はただ直樹が苦労しないようにと思って頑張ってきただけだ。はい、それそういうのがうぜえの。え、だいたい頑張ったって何？お前が工場勤務のせいで俺はずーっと惨めだったんだ。どういうことだ？中学の三者面談じゃ他の親は小綺麗にしてるのに、一人だけ作業着できてクソ恥かいたし、仕事の間で抜けていってたから。それで何か嫌な思いをしたのか？担任のババアから、お兄さん優しいね、直樹くんもお兄さんみたいに人の気持ちを考えて行動してみようね、とか言われて散々だったわ。それはお前が勉強ができるからって周りを見下すような態度をとってたからだろ。高校の時も女子たちが、作業服のお兄さんかっこいいね、直樹くんとは全然タイプが違うってキャーキャーしやがって。そうなのか、照れるな。喜んでんじゃねえよ、マジでクソオブクソ。大卒なのに語彙力が頭の悪い小学生並み。うるせえ、俺はお前のせいで理不尽な扱いを受けてきて、この頭脳を活かせずコンビニ店員をやる羽目になったんだ。画面の向こうの皆さん、今思いましたよね。え、あんだけ言っといてこいつフリーターって。そうです、この態度で週3バイトです。おい、誰と喋ってんだよ。ああ、気にするな、デッドプール方式なんだ。ああ、よくわかんねえけど、とにかく全部お前が悪い。責任転嫁すぎるだろ。てか、奥さんになる人はお前がバイトだって知ってるのか？どっかの一流企業の正社員だとか嘘ついてないだろうな。俺がそんな最低野郎だと思ってんのか？昔からプライドだけは大気圏突入しそうなくらい高いから、嘘ついてても不思議じゃないなと。中小企業の有能社員ってことになってるから問題ない。バリバリ嘘ついてんじゃねえか、問題大ありだろ。控えめに中小企業にしてんだからいいだろうが。どこが？それに結婚すれば偽りの肩書きともおさらばだ。は？彼女は大企業の社長令嬢なんだよ。マジかよ、そんな人とどうやって出会ったんだ？小学校の同窓会で盛り上がった感じ。それってもしかして嘘つき性バイオ製薬の娘さんか？お、兄貴も覚えてたか。ああ、お母さんとは参観日で話したことあるし、若いのに仕事頑張ってるわねって言われてたからな。マジかよ、まああっちは忘れてるだろうし、仮に覚えてても排除に賛成するだろう。いや、むしろ娘との結婚のために中卒のクズと絶縁してエロいって大絶賛されちゃうかな。ちょっと話を聞け。あれ、
ってことは、兄貴がいるけど絶縁したって報告した方が、俺の株上がるくね？ギフにその男気を買って社長にしてやろうとか言われちゃったりして。一人で勝手に変な妄想入んな。でもややこしいからいいや。やっぱり俺は一人っ子だったってことで。今の時間は何だったんだ？とにかく、お前と絶縁すれば、俺は一流企業に就職して社長の娘と結婚することができる。なんか話がずれてるような。つうわけだからさっさと消えてくれ。わかった。今のお前に何を言っても無駄だろうし、しばらく冷却期間を置こう。断れ。即完全絶縁だ。ですって皆さん、こりゃマリッチブルーならぬマリッチハイですね。とりあえず様子を見ましょうか。いやなんだよ、誤爆か。うん、オーディエンスに向けてんだから黙ってろ。は？この時はまだアホな弟が一人で盛り上がってやれやれくらいにしか思ってなかった俺ですが、誰がアホだって。黙ってろっつったろ。奥歯に手突っ込んでガタガタ言わせたのか。怖い、ごめん。ではでは、お約束の主人公ブチギレ展開まで3、2、1、どうぞ。いや、もう切れてんじゃん。2日後。おい、どういうことだよこれ。何が？家の中がガランドだ。ああ、結婚のご祝儀もらいやした。ちょーせ。は？どうせ祝儀出す貯金なんてねえだろうから、俺自ら作ってやったんだよ。冷蔵庫もテレビも洗濯機も全部売ったってことか。だからそう言ってんだろ。これだから中卒は理解力がなくて困るわ。生活できないじゃないか。俺はまあ彼女と住むし問題ねえわ。俺のことはどうでもいいのか。いいどころか、これにて完全絶縁だ。俺は社長令嬢と結婚するから中卒は近寄るなよ。本気なんだな。だからずっとそう言ってんじゃん。分かったよ、二度と会わない。来週の結婚式にも来るなよ。は？来週？いくらなんでも急すぎだろ。はなっから招待する気ねえから。言ってなかっただけで準備してたんだよ。どこにそんな金が？兄貴が大事にしてた親父の形見のロレックスの時計売って金作った。は？ダイヤル式8桁の金庫。一から順番に回すのは骨が折れたわ。ここ最近で一番仕事したって感じ。あれはもともとじいちゃんの形見で、父さんがずっと大事にしてたものだったんだぞ。駅前の質屋に持ってったらプレミア価格で500万。もうウハウハよわ。じいちゃんナイスセンス。なんだよそれ、信じられん。じいちゃんも親父も俺の結婚式に貢献できて喜んでるって。もういいよ、お前には愛想が尽きた。そんなもんこっちとらとっくに枯れ果ててんだよバーカ。さて皆さんはこれ許せますか？またなんか始まった。いくら血のつながった弟とはいえ、俺はさすがにもう許せません。誰もお前に許しなんてこうてねえし。俺がオーディエンスに語りかけている時はどうしろって言った？はい、黙っておきます。しかし俺は黙っていません。さっきまでは絶縁だで終わろうと思っていましたが、形見の件は許すまじ。俺の怒り大爆発のまま弟をギッタギタにする準備に取り掛かるのです。3日後。どないこっちゃ。なんだその関西弁のなり損ないみたいなのは。リナが彼女が俺との結婚を取りやめるとか言い出したんだよ。そんなことなんで絶縁した俺に言うんだ。お兄さんをないがしろにするなんてありえないって、お前がなんか言ったんだろ。お前の彼女の連絡先も知らないのにできるわけないだろ。じゃあなんでリナはお前の存在を知ってんだ。小学校の時のことを覚えてたとか。それならもっと早く話してるはずだろ。うちの会社が嘘つき製バイオ製薬の商品製造を委託されてて、社長同士が知り合いだから。え？
俺がうちの社長に事のあらましを話したら、それをリナさんのお父さんに伝えちゃったからとか。待て待て待て。そしてお父さんがリナさんに、ほう、うまくつながったな。嘘だろ。そう思うなら調べてみれば。なんで言わなかったんだよ。言おうとしたらお前が勝手にアホみたいな妄想を語り出して遮ったんだろ。そんなの覚えてねえよ。画面の向こうの皆さんは覚えてますよね。あ、ほら皆さん覚えてるぞ、アホ弟って言ってるぞ。皆さんって誰だよ、こっちみんな。しかし残念だったな。お前は中卒の兄と絶縁したことを報告したら、彼女やお父さんが喜ぶだろうって言ってたのに、真逆になって。あれ、そうだ、なんで喜んでないんだ。俺の身内に中卒がいるなんて恥でしかないはずなのに。リナさんのお父さんも中卒だからじゃないか。え？家庭の事情で働かなければならず、就職先を探していた頃、先代の社長に拾ってもらったって経済誌のインタビューに書いてあるぞ。そんなもん読まねえし。入社後バンバン成績を残して瞬く間に出世、独学で学んだ経営力で会社を大きくして、いつの間にか社長になったすごい人なんだ。カリスマの塊かよ。そんな人が中卒だから絶縁ウェーイなんてやつを認めると思うか。でも同じ中卒でも兄貴は万年平社員じゃねえか。先月から本部長になったんだが。はい、嘘をつ。そんな上の立場のやつが作業服で出社するわけねえじゃん。スーツの上から作業着の上着を羽織ってただけだ。家の中漁った時にスーツもあっただろ。あれ兄貴のだったのか。親父のもんかと思ってた。スーツの裏地に名前も刺繍してあったのに、よく確認しろよな。マジかよ、全然知らなかった。そういうわけで嘘つき性バイオ製薬の社長は似た境遇の俺を可愛がってくれてるんだ。でもこんなのちょっとした勘違いじゃねえか。破談にまでしなくても。お前自分の経歴も嘘ついてただろうが。え、彼女は他の何よりも嘘をつかれたことが許せないって言ってたそうだ。なんだよそれ、3日後にはもう結婚式だぞ。その程度の嘘を受け止めろよ。受け止めるわけねえだろ、アホの真骨頂かよ。結婚式の費用は父さんのロレックスで支払ったんだぞ。兄貴だってそれが無駄金になったら嫌だろ。ああ、その金なら戻ってきたから問題ない。え、お前彼女に500万円渡しただろ。結婚式の費用を前払いするからって昨日。まさか。そのお金は彼女の父に渡り、うちの社長に渡り、俺のところに戻ってきたぞ。冗談だろ。その足であらかじめ電話しておいた質屋に形見を買い取りに行った。じゃあ式の費用は。当然お前持ちだ。3日前のキャンセルだから8割は支払わないといけないだろうな。ってことは400万。そんな金ねえよ。バイトを週7にして頑張れば。そんなんで追いつくわけねえだろ。まあアパートを借りたりしてたらそれだけで金飛んでくしな。は？今は彼女が一人暮らししてるマンションに転がり込んでるみたいだが、破談になったら追い出されるぞ。兄貴んとこは？絶縁したのに入れるわけないだろ。いや待てよ、破談になったら絶縁はなしだって。そんな都合のいい話があるか。でも俺合鍵持ってるし勝手に入りゃいっか。もう引っ越した。は？お前が家財道具を売ってくれたおかげで荷物も少なかったからな。即日入居のマンション見つけてもうそこに住んでる。どこ入れて。話聞いてた？お前とは絶縁すんの。たった二人の兄弟じゃん。出ましたよ皆さん、お決まりのセリフです。ここからすがりつき泣き落としパート突入かな。だからそれ誰だよ、どっから見てんだよ。うせろ。それはお前だよ。ブロックするから二度と連絡してくんな。いやそれはちょっと待って、一旦落ち着こう。話し合おう。断る。
兄貴頼むよ、見捨てないでくれ。あんまダラダラ続くと視聴者逃げっからもう終わり。じゃあな。いや何その理由、画面の向こうのあなた、兄貴を引き止めてくれ。どうか俺に慈悲を、視聴者様。後日談。ああ待って待って、視聴者の皆さん、後日談は飛ばしがちな人多いけど最後まで見ていってください。直樹は彼女と破談に、結婚式のキャンセル料400万円は全て直樹が支払うことになりました。バイトにお金を貸してくれるサラ金はなく、このチャンネルではたまに聞く悪魔のささや金融というヤバそうな金融機関でお金を借りたとか、バイトでは支払いが追いつかず怖いおじさんたちにどこかに連れて行かれ、現在は行方知れずのようです。まあ俺の知ったこっちゃないですけどね。最後に俺はあの後嘘つき製バイオ製薬の社長令嬢といい感じになんて展開になればいいですが、そんなことはなく会社一筋でやっています。お姉ちゃんの金持ちの旦那奪ってごめんね。久しぶりに連絡してきたかと思ったら一体何の話？伝えた通りだけど、てか4年ぶりだね。ええ、よく連絡してこれたと感心してるわ。旦那を取っちゃったし、さすがに伝えなきゃだと思ってさ。よくそんな冗談言えるわね。半絶縁状態になったのもカナが私のものばかり取ったからなのに。お姉ちゃんのお気に入りのワンピや彼氏とかね、懐かしい。私は許してないわよ。もう時効でしょ。てかなんで結婚式に呼んでくれなかったの？一応妹だし招待したわ。でもカナがあんたを祝うなんてごめんよって断ったんじゃない？そうだっけ。でもあんたがこんな金持ちイケメンと結婚してたなんてね。なんで涼介の顔知ってるの？会ったことなんてないわよね。実家にあんたの結婚式の写真が飾ってあったのよ。ああなるほど。それで涼介さんに一目惚れしちゃってさ。は？あんたみたいなブスよりも私みたいな美人の方が彼にお似合いでしょ。だから奪っちゃおうって思ったの。ふーん、それでそんな嘘をついて彼との仲を引き裂こうとしたのね。浅はかな考えだわ。あれ信じてない？まったく、彼がそんなことできるはずないもの。本当だって、たまたま行ったクラブで涼介さんを見かけて声をかけたの。それで？彼はすぐ私の虜になったわ。あなたと別れて私と結婚するってさ。ありえないわ。信じたくないかもだけど、これが現実よ。何を言おうがお姉ちゃんが捨てられるのは確定だから。残念でした。話を聞いて。あんたと別れたらすぐに彼と式を挙げる予定だから早く離婚してね。ちょっと待ってよ。ベスのお姉ちゃんは恥だから結婚式には来ないでね。まだ話は終わってないわ。カナってば。意味がわからないわ。何がどうなってるの？私は美咲、33歳。夫の涼介と結婚して3年になります。妹のカナは昔から私のものを奪い、4年前に大喧嘩の末半絶縁状態に。両親は私の味方をしてくれましたが、さすがにカナと絶縁まではしませんでした。久しぶりの連絡がこんな内容だとは。涼介は優しくて真面目な性格ですし、浮気なんてできるはずがありません。あれからカナに連絡しても返信はなく、わけがわからないまま。しかし1週間後、妹はありえない行動を起こしたのです。1週間後、ご祝儀もらったからね。今バタバタしてるから後にして。どうしたの？泥棒に入られちゃって、家中めちゃくちゃなのよ。それ私。え？さっきご祝儀もらったって伝えたじゃない。ごめん、話が全然見えないんだけど、家の窓ガラスを割って物を取ったのはあなたってこと？だからそうだって。なんてことするの、今すぐ返して。無理。てかあんたがブランドバッグやアクセサリーを持ってるなんて笑える。かなり関係ないでしょ。どれだけ着飾ろうがブスはブスのままなのに。
あの中には友達や凌介、お父さんたちからもらったプレゼントもある。私の宝物なのよ。そんなこと言われてもな、もう売っちゃったし。嘘でしょ？あれだけ売ったのに100万にしかならなかったけどね。偽物も混じってたのかしら？最低、この泥棒。人聞きの悪い言い方しないでよ。ちゃんと凌介さんの許可を取ってるんだから。どういうこと？ブスのあんたを結婚式には呼びたくないけど、ご祝儀はもらいたいよねって話になってさ。は？そしたら、家にあるあんたのものは何でも持って行っていい、それを売ってご祝儀にしようって言われたの。何それ？もし本当に彼だとしたら、普通鍵を渡すはずでしょ？なくしちゃったんだってさ。だから割って入ってくれ、後で窓ガラスは直せばいいからって。まさかその言葉を鵜呑みにしたわけ？そうだけど。そんな言葉を信じるとか頭おかしいんじゃない？常識的にありえないでしょ。お金持ちの考えなんて庶民には理解できないものなの。呆れて言葉が出てこない。そんなんだから凌介さんに捨てられるのよ。その点私は彼を理解してあげられる。何度か LINE で説明したけど、それは絶対に彼じゃないわ。またそれ？あんたとの結婚式の写真で彼の顔は知ってるし、勘違いするわけないじゃん。でも、それに本人も凌介だって言ってるし。いい加減認めたら？未練がましい女ね。本当に彼じゃないわ。だって凌介は今入院中だもの。奪われたくないからってそんな嘘つくとか必死すぎて笑える。でも残念、これが現実よ。もういい。今警察が来たんだけど、それなら全て話して平気よね？凌介さんの許可は得てるし、何の問題もないわよ。どうぞご自由に。わかった。言ったところで恥をかくのはあんたなのに、アホな女ね。翌日。何度も電話してこないで。やっと返信してきたわね。今から彼と旅行へ行くんだから邪魔しないでよ。だからそれは偽物だってば。しつこすぎなんだけど。マジでうざい。あまりこの話はしたくなかったんだけど、仕方ないか。何が？昨日凌介は入院してるって伝えたでしょ。ああ、あのしょうもない嘘。真実を。彼は1年前から植物状態なの。は？車道に飛び出した子供をかばって事故に遭ってね。さすがに誇張しすぎでしょう。知らない子供をかばって事故るとか、どれだけアホなのよ。私も正直最初は、自分が事故に遭ったら意味ないじゃんって思った。でもそれが彼なの。優しくて正義感が強くて、そんな凌介だから私は惚れたのよ。感傷に浸ったふりまでしちゃってマジでウケる。誰もそんな嘘信じないって。それなら彼のご両親に聞いてみれば。マジな話？ええ。はあ、なんで今まで黙ってたのよ。私は彼が目を覚ますって信じてるわ。だから願掛け的な感じで口に出さないようにしてたの。何それ。仮にそうなら凌介さんは仕事ができないはずでしょ。どうやってあんな大きな家に住めるわけ？私の稼ぎに決まってるじゃない。これでも外資系大企業で役職についてるからね。絶対に嘘。あんたみたいなブスでノロマ女がそんな仕事につけるわけないわ。あなたが遊び歩いてる間に私は努力をしてきた。その結果よ。信じられない。だってこれから彼と会うもの。その人を目元に少し大きめのほくろがない？あるけど。やっぱりね。何が言いたいわけ？凌介の目元にはほくろなんてない。え、でも写真の凌介さんにうり二つだし、まさかドッペルゲンガーだとでも言うわけ？そんなわけないでしょ。彼は凌介の双子の弟よ。は？今回の件をお母さんたちに相談したら、双子の弟のユウとかもって言われたの。え？私も結婚の挨拶の時にチラッと聞いただけだったから忘れてたわ。待って、情報量が多すぎて頭が追いつかないんだけど。彼は素行が悪いらしくて家族から絶縁されてるみたい。
凌介にもお金の無心を何度もしてたようだし。どんな、こんな漫画みたいな展開ありえないでしょう。本当よね、私もびっくりしてる。じゃあ私と出会ったのは彼の作戦だったわけ？それはわからないわ。あなたと同じで遊び歩くのが好きみたいだから、たまたま会っただけかもしれないし。でも最初から凌介だって名乗ってた。そうなの？私はてっきりあなたから凌介さんですかって声をかけたのかと思ったわ。は？そうだとしたら相手はそれに合わせることができるでしょ。そんな。これから彼と会うんだよね、聞いてみれば。さっき私を騙してたのって LINE を入れたら返信が来なくて、電話にも出てくれないの。だろうね。とりあえず今回のことは警察に被害届を出したから。え？どうせ持っていったものは全て売っちゃったんでしょ。それとも返せるの？もう彼と売った分のお金を山分けしちゃったから無理。そっか、それなら損害賠償も請求するからよろしくね。ちょっと待って、私だって被害者なのよ。私の知ったことじゃないわ。盗みに入ったことに変わりはないでしょ。妹の私がこんなことになってるのにかわいそうだとは思わないわけ？まったく、散々好き放題してきたくせに今さら何言ってるの。お姉ちゃんなんだから妹に譲るのは当然じゃない。あんたみたいな手癖の悪い泥棒色欲女なんてもう妹として見れない。はあ、何その言い方。取られるあんたがいけないんでしょ。毎回そう言うけど、私のお風呂でどやってる哀れな女だって自己紹介してるようなもんよ。ふざけんなこのブス。被害届を取り下げないと許さないから。別にいいわよ、私もお父さんたちももうあんたとは縁を切るし。え、なんで？犯罪を犯したんだから当たり前でしょ。家族の家に入っただけじゃない。もう家も出てるし別世帯よ。それに家族だろうと家に無断で入って物を取ったらそれは泥棒になる。家族は罪にならないって何かで見たんだから。確かにそんな法律もあるわね。でしょ。でもそれは直系血族や同居してる親族の場合よ。え？あなたはそれに当てはまらない。家に無断で入ったのは住居侵入罪、盗んだのは窃盗罪になるわね。嘘でしょ、私捕まるの？ええ、だからちゃんと罪を償いなさい。ちょっと待って、そんなの嫌。謝るから許してよ。自分が助かりたいがための謝罪なんていらないわ。ごめんなさい、これからはちゃんとするからお願い。じゃあちゃんと自分のしたことのけじめをつけてね。損害賠償に関しては弁護士から連絡がいくと思うから。それじゃあ意味ないって。あとは弁護士と警察に任せるわ。じゃあね。待ってよお姉ちゃん、なんでこんなことになるの。後日談。カナは窃盗罪で逮捕され罰金刑が下されました。双子の義弟も指示役で共犯ということになり逮捕。猶予期間中だったことから実刑になりました。二人には損害賠償として200万を請求。妹は借金をして一括で支払い、義弟の分は義両親が立て替えてくれました。義両親は彼が出所したらプロの取り立て屋に頼んででも回収するそうです。カナは会社をクビになり、前科がついたことからバイトすら決まらず、実家に泣きついたようですが門前払いされたとか。家賃も滞納してるらしく、追い出されるのも時間の問題だと思います。それからしばらくして夫は目を覚まし、もう一度彼の目を見ることができた私は嬉し涙が止まりませんでした。彼が元気になったら今回の件を笑い話に変えて報告する予定です。だから早く元気になってね。このゴミおめえ、あいつに何吹き込みやがった。あいつってユウトのこと？他に誰がいる？私が買い物へ出かけてる間に何かあったの？父親の俺に向かってこのカス野郎って言いやがったんだ。え、あの子が？最近学校もサボってるようだな。まだ17歳のくせに好き放題しやがって。元は真面目で優しい子だし何か理由があると思うの。いい加減にしろ。
お前がそんな甘いからつけ上がるんだ。俺の金で学校に行かせてやってるんだぞ。そうよね。今度担任の先生に聞いてみるわ。そもそもお前のしつけがなってないからだろ。母親としても嫁としても使えねえ女だな。ごめんなさい。でも今まであなたに反発なんてしたことなかったのに。お前を解放しろだとよ。え？お前が言ってもわからないからいつも通り数発殴っただけなのに。どうせ被害者ずらしてユウトに俺の愚痴でも言ったんだろ。そんなことしてないわ。俺の金で飯を食ってる寄生虫のくせにふざけやがって。またそれ。だから私も働きたいって何度も言ってるじゃない。それなのにあなたが許してくれないんでしょ。ずいぶん偉そうなこと抜かすな。俺に意見できる立場なのか。ごめんなさい。それよりもユウトは？バイトだとよ。言い逃げしやがって。小さい男だ。そう、よかった。ああ、俺にそんな態度取ったのに何が良かっただ。やはりユウトのしつけは俺がした方がいいな。ダメ。もうあいつも17歳だ。いつまでも甘やかしてないで、一度ボコって立場を分からせてやった方がいい。やめて。私があなたの言うことを何でも聞く代わりにあの子には手を出さないって約束したじゃない。あいつが俺の神経を逆なでしたのが悪いんだ。あの子にはきつく注意しておくからお願いします。じゃあ買い物から帰ってきたらいつも通り俺のサンドバッグになれ。え？俺は別に言うとでもいいけど。わかったわ。そうと決まれば早く酒を買って戻ってこい。拳を温めて待っててやるよ。もうこんな生活嫌。一体どうしてこんなことに。私は幸恵、40歳。夫の修二と結婚して18年になります。以前の夫は優しくて気遣いのできる人でした。しかし半年前から急に冷たくなり、今では私に手を挙げてくるようになったのです。さすがに我慢の限界で離婚を決意した私は夫に隠れて仕事を探しました。しかし今までずっと専業主婦だったせいかなかなか受からず、私の両親はすでに他界しており頼れる人は誰一人いません。お金も彼が管理していて私自身は無一文状態。ユウトの学費もあるので仕事が決まらなければ離婚することはできず途方に暮れていました。そんなある日、予想外の出来事が私を救ってくれたのです。2週間後。こんな夜にすみません。担任の佐々木です。え、どうされたんですか？先ほど繁華街でユウト君を見かけて声をかけたんです。それで彼のスマホを借りてご連絡させていただきました。そうだったんですね。先生、いつも息子が悪さしてすみません。大丈夫です。彼は優しくてとてもいい子ですよ。でも最近学校もサボり気味だし、こんな夜に出歩くなんて。ご迷惑をおかけしてごめんなさい。実はそれには訳があったんです。どういうことですか？今お父様は家にいませんよね。はい。でもどうしてそれを？できれば直接会ってお話ししたいので、今からスカット公園に来てもらえますか？やっぱりこんな夜に呼び出すなんて。息子が何かしたんですか？ユウト君ではなく旦那さんの件です。え？今お話を聞かせていただけないでしょうか？見ていただきたいものがありまして。もちろん公園には向かいます。わかりました。では経緯からご説明します。先ほど繁華街でユウト君を見たと伝えましたよね。はい。ユウト君はバイト帰りにご主人と女性が腕を組んで歩いてる姿を見てしまったようです。それって言いにくいですが浮気現場ですね。それで二人を尾行していたようで。そんな。そのタイミングで僕と会い、声をかけたら事情を話してくれました。自分の口からお母様には伝えられないと相談されて今に至ります。そうだったんですか。こんなお恥ずかしい家庭の事情に巻き込んでしまい申し訳ございません。気にしないでください。それよりも大丈夫ですか？何がです？ユウト君にお父様のことを聞きました。
お母様に対して日頃の暴力がひどいとか。いえ、そんなことは。僕みたいな第三者が口を出すことではないかもしれません。でも優斗くんは大事な生徒ですし、彼が悩んでるなら助けてあげたいんです。私は大丈夫ですから。優斗くんはそう思っていません。え？お母様に対する暴力を見てられないと話す彼の目には涙が浮かんでいるように見えました。優斗が？親のそんな姿を子供に見せないであげてください。わかってます。でも離婚するために仕事を探してるんですが、なかなか見つからなくて。そうだったんですね。このまま主人と別れても優斗を学校に行かせてあげられない。お金もすべて管理されているから、仕事が決まらない限り逃げられないんです。すみません、お母様を追い詰めるつもりはありませんでした。いえ、こちらも感情的になってしまいごめんなさい。彼はお母様の気持ちを理解してます。優斗くんが学校をサボっていたのは学費を貯めるためだそうです。え？学費さえ貯まればお母さんを解放してあげられるって。そんな。学校をサボるのは褒められることじゃありません。でも母親を思ってのこと。優斗くんは優しくていい子ですね。はい、いつも私を気にかけてくれて、それなのに私はなんて不甲斐ない母親なんだろう。彼がそう育ったのは今までお母様がたくさん愛情を注いだからでしょう。ありがとうございます。ただ今の状態は優斗くんにとってもお母様にとってもよくありません。わかってるんです。でも私の両親は亡くなってるし、頼れる人がいなくて。僕の友人が会社をやっていて人手不足みたいなんです。寮もありますし、どうでしょう。え、働かせていただけるんですか？先ほど連絡したら大歓迎だそうです。女社長なので寄り添ってくれると思いますよ。ぜひともお願いします。わかりました。ではそう伝えておきますね。これでやっと離婚できる。本当にありがとうございます。では知り合いの弁護士も紹介しましょう。浮気の証拠は優斗くんが取ってくれているので慰謝料も請求できると思います。何から何まですみません。優斗くんを褒めてあげてください。今回証拠を集めたのも他人の僕なんかに勇気を出して相談してくれたのも彼ですから。はい、ありがとうございます。お伝えしたかったことは以上なので、あとは合流した時に浮気の証拠をご確認ください。わかりました。ではお気をつけて。1週間後。離婚届なんて置いていきやがって、どういうことだ？そのままの意味よ。あなたとは別れる。あ？お前自分が何を言っているか分かってるのか？もちろんよ。私の意思は固いわ。裁判してでも離婚するから。クソが、恩をあだで返すつもりか？あんな奴隷みたいな生活を強いられて、恨みこそあれど恩なんてみじんもないわ。ふざけんな、舐めた態度を取りやがって。お前みたいなゴミこっちから捨ててやる。そう、離婚に同意してくれてありがとう。口の減らねえ女だな。その代わり親権は俺がもらう。え？金のないお前が今さら離婚に踏み切るなんておかしい。どうせ俺から養育費を取ろうっていう魂胆だろ。それは父親としての義務よ。ほら見ろ、絶対に優斗は渡さないからな。何言ってるの。今まで優斗を罵ったことはあっても可愛がったことなんてなかったじゃない。だからあなたこそ養育費を払いたくないだけでしょ。当たり前だろ。それにあいつはバイトしてるから少しは金づるになるしな。最低。子供を何だと思ってるの。優斗は私といることを望んでるわ。そんなの関係ない。収入のないお前よりも働いてる俺の方が生活力がある。親権は俺のものだ。残念ね。子供が15歳以上だと親権を選べるのよ。そんな話聞いたことないね。どうせハッタリだろ。散々私のことをバカにしてきたくせにこんなことも知らないのね。弁護士に依頼したからその時に聞いてみたら。ふざけんな。それなら慰謝料を請求してやる。何の。今まで俺に寄生して生きてきただろ。18年養ってやったんだから3000万だ。その分私は家事をすべてこなした。それに私が働くのを止めたのはあなたよね。うるせえ。
支払わなきゃ離婚に応じないぞ。じゃあ裁判になるわね。私もあなたに慰謝料を請求しなきゃだし。何のだよ。あなた浮気してるでしょ。何を言い出すかと思ったら、俺がそんなことするわけねえだろ。帰りが遅いからって浮気を疑うとか終わってんな。憶測で物を言うんじゃねえ。よく喋るわね。やましいことがあるからかしら。しつけえな。名誉毀損も追加で慰謝料は4000万だ。アホらしい。これ見てもそんな強気でいられる？なんだこれ。あなたと浮気相手のイチャコラ写真。いい年して道端でキスとか見てるだけで恥ずかしい。そうじゃねえ。なんでこんな写真を持ってんのかを聞いてんだ。あんな堂々と浮気してたんだから誰かに見られたのもおかしくないでしょ。もう言い逃れはできないわよ。お前がいけないんだろ。は？結婚した時は美人だと思ったのにこんなババアになりやがって。誰だって年は取るわ。それが浮気の理由なの。ああ彼女はあの見た目で35歳なんだ。最初は見た時は20代かと思ったよ。私に冷たくなったのは浮気相手と出会ったから。そうだ。お前みたいなゴミ大切にする価値もねえと思ってな。最近じゃ化粧すらしてねえし女として終わってる。あなたが毎回レシートを確認して化粧品を買うと怒ってきたんじゃない。化粧したところでババアのままなんだから買うだけ無駄だろ。欲しかったらそれくらい自分で買え。本当に寄生虫だな。仕事もさせてもらえずお金の管理もあなた。そんな状態でどうやって買えと。知るかよ。自分のことは自分で考えろ。優斗が必要なものでさえ毎回土下座しないと買ってもらえなくなった。当然だ。母親として不甲斐なくて何度も泣いたわ。この半年間の生活は地獄そのものだった。被害者ぶるな。奴隷として家に置いてもらってるだけありがたいと思え。毒図の考えね。あ？もう一度言ってみろ。毒図だって言ったんだよこのクソゴミカス野郎。え？もう我慢はやめたから言わせてもらうわ。40歳過ぎても昇進すらさせてもらえず若い子たちに抜かされてるくせに。なんでそれを。誰かに電話で愚痴ってたのが聞こえたの。会社で威張れないからって私たちで発散してたんでしょ。本当にクズよね。うるさいうるさい。会社の奴らが俺の才能を見抜けないだけだ。いつも都合が悪くなると誰かのせいにして。そんなんだからいつまで経っても昇進できないのよ。分かったような口を聞くな。あんな会社いつか辞めてやる。そんなことしなくてもクビになると思うけど。今はそんな簡単に切れねえんだよ。働いてないから社会の常識もわからないんだな。前科がついても置いてくれるの？ずいぶんお優しい会社なのね。何を言ってる。病院からもらった診断書と一緒に被害届を出したの。は？私に何度も手を挙げたでしょ。私の体にはあなたに殴られたあざが複数あるから傷害罪になるわ。そんなん証拠がなければ警察は動かない。あなたとの LINE のやり取りもあるし、優斗だって証言してくれた。十分な証拠よ。ちょ待ってくれ。夫婦間の問題だし警察は大げさすぎだろ。もう泣き寝入りはしたくない。優斗のためにも徹底的に戦うって誓ったの。ごめん少しやりすぎたかもしれん。もうあんなことしないから許してくれ。無理。ちゃんとけじめを取ってもらうから覚悟して。そんな。私は絶対にあなたを許さない。もう話すことはないし、あとは弁護士に任せるわ。じゃあね。なんで俺がこんな目に。待ってくれユキ。後日談。夫は傷害罪で逮捕され罰金刑が下されました。彼には慰謝料や治療費、養育費など総額500万を請求。貯金などはなかったようで借金をして一括で支払ってもらいました。浮気相手は夫が既婚者と知らずお咎めなし。その後夫は浮気相手に捨てられたそうです。前科がついた夫は懲戒解雇となりバイトすら見つからないとか。家事もできず家はゴミ屋敷か。
家賃も滞納しているようなので追い出されるのも時間の問題かと。私は担任の先生が紹介してくれた職場で働くことになり、息子と寮に引っ越しました。とてもいい職場で、先生とユートには感謝してもしきれません。まずい飯食いたくないから今日も食べて帰るわ。そっか。何か文句でもあるのか？いや、もう夕飯作っちゃったから。だからなんだよ。せめてもう少し早く連絡してほしいな。知るか、それくらい雰囲気で分かれよ。残業や飲み会があることを事前に教えてもらえないのに無理でしょ。そんなこともできないとか本当にダメな嫁だな。そんな言い方しなくても。ただ食材も無駄になっちゃうからさ。は？俺が稼いだ金で買うものを無駄にするわけ？そうじゃなくて、体調が悪くても作ったから食べてほしいし。は？お前が勝手に作ってるくせに恩気さがましいんだよ。勝手にって、作ってないと文句言うのは慎吾でしょ。何のことだよ。たまたまご飯作らなかった日に珍しく定時で帰ってきたことがあったじゃない。そんなこともあったかな。そしたら旦那様の飯を用意しないなんて嫁失格だって。覚えてないな。そう。っていうか、そんなくだらないこと根に持ってる暇があるなら、家事のやり方でも勉強しろよ。どういう意味？最近洗濯や掃除も手抜きしてばかりだろ。手を抜いてるつもりはないけど。嘘つけ。この前深夜に帰ったら取り込んだ洗濯物を放置してたじゃないか。確かにそんな日もあったかな。ほら見ろ、掃除だって最近は掃除機もまともにかけてないだろ。二日に一回は必ずかけてるわ。毎日やれよ。あんな埃だらけの部屋じゃ休日にくつろげないからな。さっきも言ったけど、体がだるくて体調が良くないから思うようにいかない時があるのよ。手抜きだって認めたな。やりたくてもできないとは思ってくれないのね。手抜きしたいがための言い訳だろ。頭痛やめまいも続くし、最近は吐き気も出てきたのに言い訳だって言うの？他に何があるわけ？心配もしてくれないのね。心配って、体調悪いふりして俺の気を引きたかったとか言うなよ。気持ち悪い。そんなつもりはなかったけど、やっぱりそういう態度なのね。サボるための嘘にいちいち付き合ってられるか。嘘じゃないけど、このままじゃあなたの言う手抜き家事しかできないから病院に行くわ。大げさなんだよ。それほどのことでもないくせに。どれほどのことかわからないから病院で見てもらいたいだけよ。どうせ思い過ごしだろ。そんなもんに金なんて出せるか。自分の貯金から出すならいいの？俺の金じゃないなら好きにすれば。慎吾、付き添ってくれない？子供じゃないんだから一人で行けよ。不安だから。俺は忙しいんだよ。最近は社長と出張に行く機会も増えてんだ。そうなの？それくらい優秀な俺がお前の父親の会社を継ぐと思うと安心だよな。え、継ぐってどういうこと？お前が口出すことじゃない。俺はお前にはわからない世界で頑張ってるってことだ。うん、慎吾が頑張ってるのは知ってるよ。お前みたいなダメ嫁を養ってやってるんだから、わがまま言うなよな。そうだよね、わかった。まったく、疲れてんのに余計な体力使わせやがって。ごめんなさい。気分悪いから今日は帰らないわ。はい。そんなやりとりがあったことは後で知りました。私はヒロシ、会社の経営をしています。娘のカナコから病院に付き添ってほしいと連絡があり、娘は妻と共に病院へ。カナコは昔から周囲に心配をかけまいと我慢をしてしまうところがありました。1ヶ月ぶりに我が家を訪れた娘は随分疲れ切っているように見えて、妻と2人で病院へ向かう姿を見送りながら、心配で心配でたまりませんでした。夫である慎吾君はどうしたのか、彼から何も連絡がないのはどういうことなのかと不思議に思いましたが、彼は私の友人である荒木が社長を務める会社に私の口利きで入っています。何かあれば荒木から連絡があると思い直しました。何より優先すべきはかなこの体調です。
57歳と30歳といういい歳になっても親子は親子。心配をするあまりどこか上の空のまま仕事をしていた矢先、妻から連絡を受け慌ててかな子に LINE を送りました。翌日、かな子、入院になったって本当か？うん。そうか。さっきお母さんから聞いてびっくりしたよ。ごめんね、いきなりこんなことになって。謝ることじゃない。お前は私の大事な娘だからな。ありがとう。そういえば、慎吾くんには連絡したのか？あ、まあ、一応したけど。なんだ、歯切れが悪いな。ちょっと聞きたいんだけどさ、お父さん慎吾に会社を継がせるとかいう話をした？あ、するわけないだろ。だよね。いきなり何の話だ？確認したかっただけ。何を？妻が入院してもご飯や洗濯の心配しかしないような人に、お父さんの大切な会社を渡せないでしょ。なんだと？ただでさえ手抜き家事なのに病院でサボる気かって。本当に慎吾くんがそんなことを？うん、余計な金使わせるなとも言ってたよ。余計なって？病院に行くだけならともかく入院費なんて金の無駄だってさ。信じられん。妻に言う言葉ではないだろ。やっぱりそうだよね。慎吾くんとは仲良くやっていると思っていたが、違うのか？一年くらい前から少しずつ態度が変わってきたね。そうか。まさかとは思うが、その…他に女の人がいるかもね。おい、かな子、どうしてそんなのんきな返事なんだ？だって、今は体調を整えることが最優先だし。それはそうだが、娘がないがしろにされているのを黙って見ていることはできん。ありがとう。でも、私は大丈夫だから。そんなわけにいくか。俺から慎吾くんに連絡する。ちょっと待ってよ、大丈夫だって。何が大丈夫なんだ？本当に女がいるならそんな奴をかばう義理はないだろう。かばうとかじゃないって、本当に大丈夫なの。しかし、私だって何も考えてないわけじゃないから、もう少し待っててよ。どういうことだ？舐められっぱなしじゃ終わらないってことだから、見守ってて。お前がそう言うなら。1ヶ月後。昨日からしつこいぞ、かな子。社長と一緒に出張中だから何度も連絡してくるな。出張？社長って荒木社長か？ああ、そうだよ。他に誰がいるんだよ。やっぱりそういうことか。何なんだよ、仕事中なのにうるさくしたら社長に失礼だろ。それはおかしいな。社長は娘の葬儀に来てるが。え、葬儀？私の友人として娘を弔いに来てくれているよ。え、お父さん？私の名前に気づかないほど忙しかったようだね。それは。まあ、忙しいのは私も一緒だ。失礼するよ。あ、お父さん、待ってください。3時間後。お父さん、お願いです、返事をください。忙しいと言ったはずだが。今家に帰ってきたんですけど。おや、出張だったんじゃないのか？そんなことより、葬儀ってどういうことですか？そのままの意味だよ。かな子は亡くなった。え？容体が急変したんだ。何度も連絡したんだがね。あ、すいません、電源を切っていて。ああ、わかっているよ。会社の受付のことを温泉旅館でお楽しみ中だったんだよな。何のことでしょう？とぼけなくていい。証拠はたくさんあるからね。証拠？数々の浮気旅行はもちろん、LINE のやり取りやホテルへの出入りに至るまで全部だ。は？なんでそんなものが？かな子が半年ほど前から、更新所にお願いして集めていたようだよ。かな子が？入院した時に言っていた考えていることとはこれだったんだな。できた娘だ。それはですね。この浮気の証拠は荒木にも見せたからね。え、
社長に？荒木からの伝言だ。二人とも解雇だそうだよ。そんな浮気くらいで？浮気くらいだと？いや、けど、いきなり解雇だなんて。会社の風紀を乱すような人間はいらないとのことだ。そんなつもりは。それだけのことを君たちはしでかしたんだよ。でも浮気と仕事は関係ないじゃないですか。不貞を働くやつを信用できるわけないだろう。けど純粋に能力で評価してもらわないと。そこまで言うなら実力で会社に入り直せばいい。どういう意味ですか。君が荒木の会社に入れたのは私の口利きだろ。そうですけど、だからこそクビなんて。娘を傷つけたお前には恩情などもう必要ないからな。でも、かな子が亡くなったなら、俺には遺産をもらう権利がありますよね。何？俺はかな子の夫ですから。金だけでももらおうと開き直りか？何とでも言ってください。権利は権利です。醜いやつだよ、君は。お父さんが何を言おうと俺に権利があるという事実は変わりませんよ。残念ながら、君に権利はない。お父さん、社長のくせに相続のことも知らないんですか？君はもう、かな子の夫ではないからね。は？君は、かな子に、記入済みの離婚届を叩きつけたことを覚えているか？飯がまずいと騒いで、離婚届を出したそうだが。そういえば、渡したような。かな子は生前にその離婚届を提出した。そんな、俺は同意してない。無効だ。君が自分の意思で離婚届を書いて娘に渡したんだろ。それはそうですけど。私の会社の次期社長になれなくて残念だったな。何のことでしょう。生前にかな子から聞いていた。浮気相手にも大声で自慢していたようだがね。いや、それは。社長になるから大丈夫と借金までして散財したことも分かっている。そこまで知ってるなんて。開き直ったのもかな子の遺産が入れば返済の足しになると思ったからか。そうです。そもそも最初から継がせるつもりはないんだけどな。違うんですか。だいたい私がいつそんな話をした。だって一人娘のかな子と結婚したから跡取りだと。どれだけ都合のいい頭をしているんだ君は。そんなの詐欺だ。何のためにかな子と。おお、最初から会社を狙っていたと自白したな。ただの言葉のあやで。そこまでする気はなかったが、慰謝料を請求するか。慰謝料？浮気に対する慰謝料だよ。かな子がいないのにそんなことできるはずがない。請求権を親である私が継ぐことができるんだよ。俺が解雇になるって分かっててそんなこと？容赦はしない。ということで今君がいる家からすぐに出て行ってくれるか？え？その家はかな子のために建てた私名義の家だということは覚えているかな？ああ。相続の対象にもならないから君に権利はないぞ。そんな、俺クビになるんだから少しくらい居候させてくれても。そのまま居座られたらたまらないからな。お父さん、本当にすいませんでした。なんだ今さら。慰謝料は払いますから、せめて解雇の撤回を。それは荒木が決めたことだ。私が口を出すことじゃない。じゃあやっぱりしばらくこの家に。なら不法侵入として警察に引っ越してもらうか。それは嫌です。君に都合よく物事は進まない。せいぜい苦労するがいいよ。お父さん、待ってください。後日談。泣き言はすべて無視。当然慰謝料請求をするつもりがないなんてのは嘘です。しっかり二人に慰謝料を請求してやりました。後日荒木から二人とも解雇したと聞きましたが、なんと二人で結託して横領していたことも発覚して、会社から損害賠償を請求したとか。慰謝料と合わせておよそ800万の支払いが二人の肩には乗っかったというわけです。その後二人がどうなったのかは興味もありませんでしたが、工事現場で働く慎吾君を一度だけ見かけました。
ずいぶんげっそりとして別人のようでしたが、自業自得というやつでしょう。かな子を失った悲しみは簡単には言えませんが、いつの日か少しでも前を向ける日が来ることを願いながら、妻と二人で今まで通り暮らしていこうと思います。金がないって言うから定期貯金を崩してまで支援したんだろうが、それをなんだあの態度は。上から目線で感謝もしないなんて、嫁のくせになんて生意気な。お父さん、突然何の話です？今スーパーにいるので帰ってからお返事させてもらいますね。人に大金を借りておきながらその足でスーパーにお立ち寄りか。大した面の皮の厚さだな。お父さんからお金を？そんなことしてません。100万なんて大金でもないってか。そりゃそうだろうな。ブランドマックだコスメだと散財してたみたいだもんな。何か誤解がありませんか？言い訳なんか聞く気はない。さっきからの浪費云々がお母さんへのお説教のつもりなら私に言われても困ります。どうしてここにヒロコの話が出てくるんだ？毎月毎月浪費しまくった挙句、支払いが追いつかなくなってお金を借りに来たのはお母さんたちですよ。なんだと？見えすいた嘘をつくな。本当のことです。でたらめ言うな。十分な生活費も渡してるし、多少の贅沢ぐらいでお前から借りるわけないだろ。どうしてそんな風に考えるんですか？ケンヤからも聞いてるんだぞ。奨学金ローンの返済が大変なのにお前が贅沢ばかりして困ると。そんな嫁から誰が借金なんか。それ自分のことですよね。ケンヤさん自身の奨学金の返済が滞っているんですよ。浪費しているのも彼自身ですし。そんなことあるか。どうしてそう言い切れるんですか？あいつは手堅い市役所勤めなんだぞ。その点同じ職場の公務員のくせに無計画なクソ嫁のお前とは大違いだ。ですがお母さんやお姉さんの借金返済を押し付けられて、家計費も私が全額負担してますよ。先ほどの100万円も私が貸したお金を返してもらっただけです。いきなりそんな話を信じられるか。だったらそちらで話し合ってください。それと私の奨学金は返済義務のない給付型ですから、返す返さない以前の問題です。妻や娘が息子と一緒になって俺を騙していたというのか。真意のほどは本人たちから直接聞くしかないでしょうけどね。私の名前は優香、30歳。夫の健也とは結婚して3年目。真面目で優しい性格に惹かれ結婚した夫でしたが、実は優柔不断で人にいい顔をしたいだけと気づくのに時間は必要ありませんでした。しかも元銀行員の義父は無駄にプライドが高く、未だに俺が支店長だった時はという決まり文句を口にするような人。さらに義母と義手はそれに輪をかけてプライドと承認欲求が高く、そのためにはいくらでも無駄遣いを惜しみません。もちろん義手の給料と義父からの生活費だけでは足りずに、何度も賢也にまとまったお金を無心。そのせいで夫と分担するはずの生活費や義母たちが使い込んだ義父の退職金の穴埋め分まで私が負担するのが当たり前のようになってしまっているのです。しかもそれについて話し合おうとしてもいつも結論は先延ばし。いい加減私も疲れてきたので、子供のいない今のうちに離婚をするべきかと考え始めていました。その日の夜。今ちょっといい？相談したいことがあるんだけど。なんだよ。残業が早く終わったし、みんなで飲みに行くところなんだ。今日あなたの実家にあの100万円を返してもらいに行ってきたの。お父さん、私がお金を借りてると思い込んでるみたいなの。あなたからちゃんと説明してよ。別に思い込んでたっていいだろ。あなたの奨学金の返済すら私の借金だと思い込まれてて責められてるのに。それに借りた方が土下座ならともかく、どうして貸した私が土下座しろとか言われなくちゃいけないの？夫婦の借金だからお前の借金でもあるじゃないか。私は返済を手伝おうとは思ってるけど、あなたも積極的になってくれなきゃ。はいはい、分かったよ。お母さんの散財ももうやめてくれるようにきちんと話してほしいの。100万は返してもらったんだろ。だったらもういいじゃないか。それが不思議なことが起きててね。そうも言ってられないのよ。私名義で家族カードが作られてたの。あなたこれについて何か知らない？何のことかさっぱり。このカードはほとんど使ってないのに今日特速のハガキが届いたのよ。だけど私には全く覚えはないから、カード会社に問い合わせたらお母さんとお姉さんが家族カードで使ってるって言われたの。だったら自分で手続きをしたのを忘れてるだけじゃないのか。そんな大事なこと
忘れるわけがないでしょ。別にどっちだっていいだろ。どのみち家族なんだし助け合わなきゃ。こっそりカードを作るなんて詐欺みたいな真似されておいて助け合いですって。知らないものは知らないんだよ。へえ、それじゃあなりすましかもしれないから急いで警察に届けないとね。わかった、悪かった、俺だよ。お前に相談してももう金輪際まとまったお金は貸さないって言われたからつい出来心でさ。だから暗証番号まで盗み見て家族カードを作ったってわけ。呆れて物も言えないわ。返済がきついなら優香の両親が以前にマイホーム資金の足しに行ってくれた生前贈与のお金を当てればいいじゃないか。あのお金はね、亡くなった祖母が私の幸せにつながるようにって残してくれたお金なの。それをあの金食い虫たちの無駄遣いのために使えたなんて正気で言ってるの？夫の実家のために使うんだから、すなわちお前の幸せだろ。何もお札一枚一枚にばあさんの名前が書いてあるわけじゃないんだし、好きに使えばいいじゃないか。見解の相違ね。え、どういう意味？私の常識はあなたの非常識、あなたの非常識は私の常識って身をもって実感したってこと。いうか何の話をしてるんだ。別れましょう。いきなり何の冗談だよ。窃盗まがいのことをやって平気な義実家にも、それを知ってて手助けするあなたにも心底愛想が尽きたってこと。このまま離婚が成立するまで義実家に住むといいわよ。スーツとか仕事に必要なものは明日にでも単身引っ越しパックで送ってあげるから。冗談じゃないぞ。俺は離婚なんか絶対同意しないからな。そういうことは朝廷のバカ、法廷で言いたいだけ言えるわよ。今すぐ帰るからゆっくり話し合おう。ここのところ忙しくてきちんと話もしてなかったし。話し合いなら弁護士立ち会いのもとで進めさせてもらうわよ。なんで弁護士が？離婚を詰めるのには必要でしょ。そっちの弁護士が決まったら LINE に連絡ちょうだいね。いやいや、それよりまずは直接話し合おう。私は話したくないけど、それに帰ってきても私はいないわよ。どうして、どこに行く気なんだよ。この話の流れで言うはずないでしょ。ああ、それと休み明けに職場で顔を合わせても仕事のこと以外は話しかけてこないでね。そんな、もし無理やり話しかけてきたら上司に事情を一から説明するから。俺が何をやったって言うんだよ。こんな仕打ち絶対許さないからな。1ヶ月後。昨日今日と休みを取ってるようだけど、それ本当に有給なのか？いきなり何？連絡なら弁護士を通してって言ってあるわよね。おいおい、そんな強気でいいのか？本当は懲戒処分になりそうで慌ててるんだろ。え？お前カード会社から督促状態なんだろ。そういう場合地方公務員法に抵触するんじゃないのかと思って心配してやってるんじゃないか。まさかあなた。そうなったら俺との離婚どころの話じゃなくなるだろう。今のうちに俺たちに土下座して謝っておくのが賢明だと思うぞ。部長から私の借金問題についての匿名通告が届いてるって聞いたけど、あなたの仕業だったのね。この上でまだ何かあればいよいよ懲戒処分が下るかもな。どれだけ職場に迷惑かける気なのよ。離婚するのをやめればいいんだよ。そんなわけないでしょ。それに借金はすでに手を打ってあるし。ようやくあの生前贈与分の金を俺たちのために使う気になったのか？寝言は寝てから言ってよ。そんなに問題を大きくしたいなら心配いらないわよ。すぐにあなたたち一家全員何度も法廷に立つことになるから。それこそどういう意味だよ。不正に作られた家族カードに関する損害賠償を求めるという書状が直に裁判所から届くということよ。不正って言ったって母さんも姉さんも優香の家族に違いないじゃないか。すぐに家族じゃなくなるけど。だからお前に内緒で作ったのは悪かったって謝ったじゃないか。それにこんなこと法廷に持ち出しても無駄足を踏むだけだぞ。もしかして家族間は詐欺罪が成立しないと思ってるなら考えを改めた方がいいかもよ。何のことだ？詐欺罪や窃盗罪の時の親族って同居の親族を意味するの。私がいつ義母と暮らしたのよ。百歩譲って詐欺罪が成立しなくてもそれは刑法上のことに過ぎないわ。民法には関係ないから損害賠償請求は十分可能なの。そんなの手任せだ。そう思うなら正々堂々自分たちの主張を法廷の場で披露すればいいじゃない。それにお前が依頼した弁護士、親父の銀行時代の部下なんだぞ。私もそれ聞いてびっくりしたわ。世間ってほんと狭いわね。わざわざあんなやつに依頼して親父のメンツを潰すための小細工ならこっちも受けて立つからな。そんな面倒くさいことしないわよ。だけどお姉さんとの縁談を断られてネチネチ嫌がらせをした挙句に退職に追い込んだ相手と
クソ嫁の弁護士として再会するなんてドラマチックにすぎるわね。親父がそんなことをしたなんて見えすぎた嘘をつくな。そう思いたいならそれで結構よ。それに優秀な弁護士だから、どこかの誰かさんたちみたいに公私混同する心配も無用よ。なあ優香、こんな争いもうやめよ。傷つけ合って何が楽しいんだよ。今度は情に訴えて泣き落とし。悪いけど無意味よ。それに別居してからずっとうちの実家の近くまで来てでっち上げの嘘を触れ回るような家族、とっとと縁切りしたいもんだわ。それは母さんたちが俺たち夫婦の仲を元通りにしたくてやったことだし。あなたはあなたで SNS で嫁のわがままで捨てられそうなかわいそうな俺をアピってるし。だってそれも本当のことだし。離婚の原因が私にあるって匂わせるのが事実だっていうわけね。ま、そういうことはすべて離婚調停の場で話しましょう。調停なんか出席しないぞ。だったらお望みの裁判になるだけね。裁判？たかが夫婦喧嘩の決着をつけるのに。どのみちカードの不正使用の件で民事裁判を行うことになるんだし、こっちは構わないけど。それにどちらの件でも証人として上司や同僚、親戚やご近所の方に出廷してもらうことになるだろうし、今さら恥の上塗りもないでしょ。冗談を言ってるんだよな。こんな笑えない話がジョーク？ありえない。そんなことになったらどんな顔して仕事に行けばいいんだよ。そんなこと知らないわよ。わかった、よく話し合おう。今からお前の実家に行くから。話し合いなら弁護士立ち会いの上でよ。それでなければ応じられないわ。俺たちに悪気はなかったんだ。そうやってすぐに自己弁護と正当化に走るのってお家芸？一度じっくり家族だけで話し合おう。そうすれば誤解も解けるに違いないよ。形だけの安い土下座とかで丸く収まると思ってるなら、家族全員で作戦を練り直したら。そんなその場しのぎのお芝居なんて付き合う気もないし、ブロックするから。そんな嘘だろ。返事してくれよ、ゆうか。後日談。私は宣言通り賢也を含めた義実家全員からの連絡を遮断。弁護士通しての交渉を続けたところ、このままでは裁判という公開の場での争いを避けられないと見た義実家は、私に対する全ての借金と慰謝料を一括で支払うことに合意しました。しかしそのお金を用意するために賢也や義実家は相当怪しいところから多額の借金をしたのだとか、さらにその取り立てが日夜義実家に押し寄せたせいで噂が噂を呼び、職場に居づらくなった賢也は失踪、稼ぎ手がいなくなった義実家は家を手放し、一家離散となったようだと後日弁護士から教えられました。何かの拍子に職場で賢也の名が出ると、正直いろいろ思うところもあります。しかし所詮は義実家の身から出たサビ、同じ説を踏まないように気をつけて生きていこうと思います。明日から姉さんの娘を1週間預かることになった。急にどうしたの？姉さんが入院したんだ。それは大変、大丈夫なの？別に大したことないよ。でも入院するくらいだから。っていうかお姉さんってご主人の仕事の都合でアメリカにいるんじゃなかった？今一時帰国してるんだよ。え、知らなかった。結婚のご挨拶もできてないからお見舞いに伺おうかしら。やめろって、姉さんに恥をかかせるな。恥って何？仕方ない、お前には事情を話しておいてやる。姉さんは重度の痔を抱えているんだ。アメリカの医療ではとても対処できなくて、その手術のために緊急帰国したんだよ。いや、それは大変なことだと思うけど、なんで恥なの？お前、女性がそういった治療を受けてるのはあまり知られたくないだろう。だから秘密なんだよ。俺と姉さんしか知らない。そうだったのね。秘密なら仕方ないわ。だからお見舞いなんか行ったら姉さんに恥をかかせることになるんだよ。お会いしたかったのに残念だ。次に帰国した時に会えばいい。今回はひとまず2歳の娘の世話をしてくれ。それが姉さんのためなんだ。わかったわ。でも子供の世話なんてしたことないし、大丈夫かしら。あなたも手伝ってくれるのよね？すまないが、俺は明日から1週間出張なんだ。いや、聞いてないんだけど、私も仕事があるのに。1週間くらい有給取れよ。急に言われてもちょっと難しいよ。仕事と俺の家族とどっちが大事なんだ？大体女の仕事なんてパートみたいなもんだろ。そんな言い方しないでよ。とにかくこれは決定だ。お前は何としても休みを取って1週間子供の世話をしろ。大体子供の世話こそ女の仕事だろうが。
私も手伝うけど、お母さんたちにも協力お願いできないの？極秘だって言っただろ。お母さんにも言ってないの？当たり前だろうが、母さんは誰よりもおしゃべりなんだ。ご近所では狂気の後方爆撃機、ザ・マッドスピーカーと呼ばれてるくらいだぞ。すごい異名ね。母さんに知られたら全て終わりだ。親族一同はもちろんのこと、区内全体に一瞬で広がるだろう。最近ツイッターを覚えたみたいだから、アメリカまでその噂は届くかもしれない。大げさだよ。とにかくお前が面倒見るしかないんだよ。今晩連れて帰るから頼んだぞ。ちょっと勝手に決めないで。あと出張で使うから、お前のキャリーケース空にしといてくれ。なんで？あなたのもあるでしょ。新婚旅行の時にお揃いで買ったじゃない。俺のタイヤの回転が悪いから修理しなきゃいけないんだよ。分かったけど。じゃよろしく。ちょっとまだ話は終わってないから。私はマリ、28歳の会社員です。夫のノブとは去年結婚しました。まだ子供はいませんが、二人とも仕事が忙しいこともあって特に焦ってはいませんでした。それにお父さんは早くに体を壊して仕事ができなくなったそうで、生活が苦しく仕送りが必要です。それでノブのお給料のほとんどは毎月の仕送りに消えていました。まあ私も正社員でそれなりのお給料をもらっており、家は結婚した時に私の父が買ってくれたので家賃もかかりません。なので生活が苦しいわけではありませんが、子供を作るとなれば今まで通り仕事を続けられなくなる可能性もあり、ためらっている部分もありました。ですがまさかこんな形で子育てを経験することになるとは。義姉のめぐみさんはご主人の仕事の都合でずっとアメリカで暮らしています。なので未だにご挨拶もできていません。とはいえお子さんを預かることになった以上は責任があります。上司からすごく嫌な顔をされながら1週間の有給を取ることになりました。最初は不安でいっぱいでしたが、実際にお姉さんの娘さんと顔を合わせてみるととても可愛くて、慣れないことばかりで大変ですが、それなりに楽しい毎日でした。でもそんな中、信じられない連絡が入ったのです。5日後。突然ごめんなさい、マリさんのかしら。そうです、どちら様ですか？急に連絡してごめんね。私はノブの姉のめぐみよ。結婚式にも出席できずにごめんなさい。お姉さん、はじめまして。こちらこそちゃんとご挨拶もできなくて申し訳ないです。実は私今帰国してるの。ノブさんから伺ってます。あれ、なんで知ってるんだろう。あ、秘密だったんですよね。すみません、私が無理に聞いてしまって。ん？秘密？なんかよくわからないんだけど。あ、すいません、私は結構口は固い方なので。お姉さんの極秘来日も誰にも言ってません。極秘来日ってどこのハリウッドスターよ。面白い子ね、仲良くできそう。いいところのお嬢さんって聞いてたからちょっと緊張してたのに。あ、もうバレてしまってるのであればぜひお会いしたいです。体調が良ければ大丈夫ですか？そうそう、私もあなたに会いたいと思って連絡したのよ。次の帰国はいつになるかわからないし。嬉しいです。でしたら娘ちゃんと一緒にそちらに伺いますね。あら、娘ちゃんいるの？もちろんです。本当に可愛くておそなしいです。今もずっと一緒です。ノブは何も言ってなかったのに。まあ楽しく暮らしてるんなら安心したわ。ご安心ください、娘ちゃんはしっかり私が守ってますので。頼もしいわね。母さんからあなたたちの家は聞いてるから、急だけどこれから伺ってもいい？あれ、病院はもう。あれ、病院にいたことまで知ってるのね。もう大丈夫だからこれから伺うわ。旦那もせっかく帰国したからって遠方の実家に行ってて暇でさ。そうなんですね、安心しました。あまりおもてなしができないかもしれませんがお待ちしています。アメリカのお土産いっぱいあるから楽しみにしててね。その日の夜、出張お疲れ様。マジ疲れたわ、ほんと。上司も俺にばっか頼るからさ。ま、俺が優秀すぎるから仕方ないんだけどな。帰りは明後日の朝だっけ？その予定だ。お前はちゃんと姉さんの娘の世話やってんだろうな。大丈夫だよ。でもさ、困ったことになっちゃってさ。は？怪我でもさせたら絶対許さねえからな。違うよ、すごく元気だよ。心配させてんじゃねえよ。で、何が困ったんだよ。お姉さんから連絡があったのよ。は？なんでだよ。
私も驚いたんだけど、なんで娘ちゃんが二人いるの？あ、いや、お前勘違いしてるんだな。俺、姉ちゃん二人いるんだよ。お前に連絡したのはもう一人の姉ちゃんだな。姉ちゃんもびっくりしただろうな。俺が説明しとくから、お前はもう連絡しなくていいぞ。それでごまかせるとでも思った？姉ちゃん、いや、私以外に姉がいるって？いや、勘違い。何が勘違いなの？私がいつアメリカの医療では治療できない重度の血を患ったのかしら。いや、全部勘違いだった。慌ててたからさ。姉ちゃんじゃなくて友達に子供預かってくれって頼まれたんだよね。その割にはしっかりと説明するように見えるわね。おい、マリ、姉ちゃんに LINE の内容まで送ったのかよ。送ってないよ。今お姉さんうちに来てるから。は？なんでだよ。アメリカじゃねえのかよ。帰国のタイミングだけ奇跡的にあんたの下手くそな嘘と重なったのよ。嘘だろ、そんな偶然ありかよ。ってことで、あんたの嘘は全部バレてるわけだけど、全部説明してもらうわよ。いや、本当に友達の子供でさ、そいつには借りがあってどうしても預からないといけなかったんだよ。でもいきなり他人の子供預かるとか言ったら反対されるだろ。だから姉ちゃんの子供だって嘘ついたんだよ。本当なの？もう嘘ついてない？あ、全部本当だよ。すまない、嘘をついて。ダウト。え？出張も嘘なんだよね。今日会社から連絡あったよ。え？なんでだよ。緊急で確認しなきゃいけないことがあるけど、あなたが電話に出ないって。あ、今日電源切ってた。出張が嘘なら、あなたは今どこにいるの？こんな嘘をついて知らない子供を私に預けて一体何をしているの？ああ、本当はその子供の親に頼まれてさ、そいつの仕事を手伝ってたんだ。何の仕事？お前には言えない。愛する妻を巻き込むわけにはいかないからな。アンダーグラウンドのちょっと危ない仕事なんだ。修羅の国と呼ばれる福岡の某所に身を潜めてるとこだ。そっか、函館、札幌、暮らしのって福岡にあったんだ。知らなかったわ。あ、なんで場所知ってんだよ。キャリーバッグ、エアタグついてるもん。詳細な場所までわかるよ。今、富良野のホテルにいるよね。は、そんなもんつけて俺を監視してたのかよ。いや、それ私のキャリーバッグだし、私すぐに物なくしちゃうからつけてたんだけど、こんなことで役立つなんてね。わかった、正直に言うよ。本当はさ、友達と一緒に旅行に来たんだよ。最近仕事忙しかったし、息抜きでさ。で、友達は子供いるから1週間も無理って言うから、お前に預かってもらおうって思いついて、本当にごめん。そのお友達は男性？もちろん男だよ。大学時代からの腐れ縁でさ。もう嘘はない？信じていいの？もちろんだよ。じゃ、今から部屋のドアノックするから、お友達に会わせてよ。は？何言ってんだよ。って、マジでノックされてる。お前、まさか北海道まで。早く開けなさいよ。いや、ノックされてない、気のせいだったわ。もうバレてるのよ。あなたが女とホテルに入っていくとこの写真送られてきたし。は？誰からだよ。お兄さんだけど。は？私の旦那の実家、富良野じゃん。忘れてた？ちょうど帰省しててさ。嘘だろ、ここまで偶然って重なるものなのか。最後まで嘘つき続けたね。正直がっかりだよ。いや、あの、正直すまんかった。浮気認めるんだね。この子は浮気相手の子供？妻に愛人の子供預けて旅行に行くってどんだけよ。本当ごめん、もう二度と浮気はしないから。だから許してくれ。もう話すことはない？隠してることはないのね？ない、今度こそ本当だ。だから許してくれ。この子、あなたの写真見せるとパパって言うんだけど。え、いや、それはあなたの子供なんだよね。それは違うって言うなら、帰ったら DNA 鑑定する？浮気相手さんともちゃんとお話ししたいし。なんでこうなるんだよ。そうだよ、そいつは俺の子供だよ。お前と結婚する前の年に生まれたんだ。やっぱそっか。っていうか、結婚前だったらなんでその人と結婚しなかったのよ。それはお前の方が好きだったから。あんた本当に腐り切ってるね。まだ嘘つくの？お金が欲しかったんでしょ？マリちゃんのご実家はお金持ちだもんね。結婚した時も豪邸建ててもらってたし。マリちゃんが本当に好きだったら浮気旅行になんか行かないよね。しかも子供預けてさ。そんな言い方したらマリが傷つくだろ。どの口が言ってんのよ。言えなかったんだよ、子供がいるなんてさ。でも養育費をちゃんと払うってことで話はまとまってたんだよ。ご両親への仕送りって言って家計にお給料を全く入れなかったのは
その養育費だったの。仕送りって何よ。あんた逆に小遣いもらってたでしょ。母さんもいい歳してって嘆いてたわよ。そこまで嘘だったのか。いや、それはとことんクズね。自分の弟だと認めたくないわ。もうさすがに信じるのは無理ね。離婚しよっか。いや待ってくれ、離婚だけは勘弁してくれよ。ここまでバレてまだ離婚回避できると思ってんの。いや離婚になったら俺はどうなってしまうんだよ。知らない。いや無責任だろ、俺住むところもなくなるんだぞ。だから知らないって。そうだ、その子も苦しむことになるんだぞ。養育費が払えなくなるし。それはあなたの責任でしょ。自分でどうにかしてよ。手取り8万でどうしろって言うんだよ。は？手取り8万？あんた30過ぎだよね。週3勤務ならそんなもんか。週3勤務？マジでバイトか何か？私のお給料で十分に生活できてたんで、あまり気にしなかったんですが、結婚してからの1年ですでに3回転職して、その度に勤務日数減ってたんですよね。マジ？私ならその時点で離婚するわ。だらしない人だとは思ってましたけど。いやいや、マリちゃんってダメを甘やかせよタイプ？ダメだって。今回教訓になりました。経済的に頼る必要はなくても、真面目に仕事もできない人には注意が必要ですね。クズの可能性が高いようなので。そうね、あなたは優しすぎるっていうか浮世離れしてるところがあるからね。お姉ちゃん心配だわ。またこんなクズに引っかからないか。人をクズクズ言うなよ。俺は離婚しないからな。絶対離婚させるから。私の職業忘れた？国際弁護士なんですよね。そうそう、日本にもたくさん優秀な弁護士の知り合いいるから紹介してあげるわ。お金困ってないって言ってもしっかり慰謝料は取りなさい。今回相手がゲスすぎるから、ノブと浮気相手それぞれに300万円を請求できるわ。待てよ、弟をそこまで追い詰めることないだろ。あんたは甘やかすとろくなことにならないわ。徹底した制裁が必要よ。いやマジで無理だって。マリちゃんごめんなさいね、こんなクズ弟で。あなたみたいな素敵な妹が欲しかったのにな。初対面でこんなことになっちゃって。いえ、今回お姉さんのおかげでいろんなことに気づけました。私も一人っ子なので、めぐみさんみたいなお姉ちゃんが欲しかったです。ほんと可愛い子。これからもお姉ちゃんって呼んでちょうだい。困った時はお姉ちゃんがいつでも助けてあげるから。お姉ちゃん嬉しいです。待てよ、なんで二人で盛り上がってんだよ。俺はどうなんの？なあ無視すんなよ。離婚とか無理、働きたくないし許してくれよ。後日談。その後速攻でノブは帰ってきました。必死に離婚を回避しようとベラベラ喋ってましたが全部無視。娘ちゃんはお返しして家から出て行ってもらいました。その後弁護士を通じて話し合って正式に離婚。慰謝料はノブと浮気相手それぞれに300万円請求することになりました。現在ノブと浮気相手は生活と慰謝料支払いのために必死に働いているようです。娘ちゃんはノブの両親がお世話をしているみたいなので、ひとまずは安心ですね。一方私の方はその後もお姉ちゃんとの交流が続いています。今度アメリカ旅行がてら会いに行こうと思います。これ以上お母さんの面倒は見きれないから絶縁するわ。え？年金暮らしのババアの援助も介護もごめんだって言ってんのよ。私があなたたち夫婦に何の迷惑をかけたの？普通年寄りってのは金を持ってて息子夫婦や孫に金をばらまくもんでしょ。そういうものなの？なのに孫には入学祝いやお年玉くらいだし、うちらにも何もしてくれない。私だって誕生日や母の日は何ももらってないわ。あなたがそういうのを嫌がる人だと思ったから何もしなかったんだけど。ほんと非常識なババアね。何をそんなに怒ってるの？こないだ私が家を建てるって話をしたでしょ。そうだったわね。あれだって普通言うもんでしょ、いくらか援助しましょうかって。でも私は年金暮らしだし大したことはできないわよ。あんなボロ屋に住んでるのも我が家の恥なのよ。仕方ないじゃない、ママ友の義実家は立派な家ばっかりなのよ。しょっちゅうお金もらったりいい思いしてるのに
うちだけ貧乏くじだわ。でも新平は何も言ってこないし、旦那はマザコンなアホだから言わないだけ。あんたが気を使いなさいよ。昨日まで敬語使ってくれてたのにどうしちゃったのよ。絶縁するんだから敬語も気を使う必要もないでしょ。そんなこと言わないでよ。息子や孫には会いたいわ。貧乏人が美味しい蜜だけ吸おうとするなよ。私そこまで言われるようなことしたの？年金暮らしで古い家に住んでるだけでしょ。それが罪なのよ。いつ見てもみすぼらしい服着て、食べ物もそこら辺の囚人より質素なものばっかり。夫に先立たれて一人なんだもの。節約して生きていかないと。あんたさ、弟の方にだけ特別扱いしてるとかないよね。そんなことしてない。二人とも平等に可愛い私の息子よ。だったらいいけど。俊平はなんて言ってるの？私に任せるって言ってる。本当に？変に世話になって介護だの同居だって期待されても困るから、このタイミングで距離を置いた方がいいだろうって。あの子がそんなことを言うなんてショックなんだけど。あんたに教えておいてやる。年寄りの価値は金しかないの。老いぼれて何の役にも立たないヨボヨボに誰が優しくすると思う？そういう考え方なのね。私は長男嫁だけど介護は断固拒否する。お嫁さんに頼ろうとは思ってなかったわよ。幸い夫は高給取りだし、家族3人で気ままに暮らすから、今後は一切邪魔しないで。今までも邪魔したつもりはないんだけど。知ってた？次男の方リストラされて今生活苦しいんだってよ。ケイタが？貧乏同士手を取り合って慰め合ってれば。それは心配ね。そういうわけで絶縁させてもらうから、ボロ屋で孤独に行け。なんてこと言うの？今70歳だっけ。もう十分生きたじゃん。さっさとあの世に行きなさいよ。長く生きてるけどこんなこと言われたの初めてよ。若い世代はみんなそう思ってるから。思いやりのかけらもない人だったのね。見抜けなかったわ。うるさい。翌日、咲子さんに聞いた？私と絶縁するって本当？うん。俊平も啓太も大事な息子なの。縁を切るなんて言わないでよ。嫁がうるさいんだもん。それに咲子の言うことにも一理あるし。どういう意味？このままだったら母さんに寄生されて食いつぶされるって言われたよ。子供は大きくなるほどお金が必要だし、母さんの面倒まで見きれない。迷惑はかけてないじゃない。今後介護とかになったらどうするんだよ。施設にでも入るわ。そう言いながら結局施設に入るのをごねて子供に甘える親が多いんだって咲子が言ってた。咲子さんの言いなりなのね。だってこれから一緒に生きていくのは嫁と子供だろ。そうね、あなたの言う通りよ。奥さんと子供を大事にしなさい。俺は年金暮らしの母さんに何も期待してないんだけど、嫁の気持ちも分かってやってくれよ。努力はするわ。これ咲子からの伝言なんだけど、そのまま貼り付けるね。何？病気になっても見舞う気はないから連絡するな。葬儀も弔う気はないから連絡するな。遺産がある時のみ教えろ。まああるわけないか。何よそれ。まあそういうわけだからもう一度聞くわ。あなたはそれで本当にいいのね？うん。母さんの葬儀に出る気もないってことね。そうだね。香典だけはもらいに行くかもって咲子が言ってたけど。がっかりよ。あなたは母親思いの優しい子だった。弟にも優しくて自慢の息子だったのに、あんな女と結婚して別人になっちゃったね。俺は良かったと思ってるよ。咲子の言う通りにしておけば何も考えなくていいし、頼りがいがあるんだ。情けない。啓太よりはマシだろ。あいつの話聞いた？リストラだってよ。そうなの？無能なあいつの方がよっぽど情けないよ。弟をそんな風に言わないの。俺は弟夫婦とも縁を切るから。たった一人の兄弟なのよ。母さんはいいけど、いざという時に
助け合わなくてどうするの。俺があいつのお世話になることは未来永劫ないから大丈夫だって。あんたって子は本当に悲しいわ。じゃあそういうことだから会うことはないけど元気でいるよ祈ってるよ。わかったよ。じゃあ好きにさせてもらうね。どうぞどうぞ。1年後。ちょっとどういうことなの。あら、お久しぶりね。縁を切ったんじゃなかった。あのボロ屋売ったの。隣の土地まで売って、隣の土地まで買って、誰かが豪邸建ててるじゃない。素敵な家よね。いくらで売ったのよ。分け前をよこしなさい。なんで他人のあなたたちに譲らないといけないの。あんたと俊平は親子でしょ。都合のいい時だけ親子にしないでよ。私の息子は啓太だけよ。なんて親なの。よく言うわよ。あなたたち二人が私と縁を切ったんでしょ。遺産がある時は連絡しろって言ったでしょ。あのね、私はまだ生きてるの。それに土地は売ってないからお金は手にしてないわ。ただでくれてやったの。なんてお人よしなのよ。何勘違いしてるの。あれは私の家。え、今は啓太夫婦と孫と一緒に住んでるわ。ちょ、どうしたの。動揺しちゃって。金は誰が出したのよ。私よ。年金であんな豪邸が建つわけない。建てちゃった。どういうからくりよ。説明しなさい。私は息子が生まれた日からずっと節約してきた。あの子たちが行きたい学校へ行けるように、興味があることは習わせてあげられるように、そう思って他の部分は極力削って生きてきたの。だからってあんな家を建てるほどのお金が。あなたがボロ屋とバカにした家のおかげで家賃はかからなかったし、お父さんの保険金も一切手をつけてないし、結構溜まってたのよ。そんな。銀行の担当さんが一部は運用した方がいいって言うからお任せしておいたら、それもかなりの額になっててね。家で1億使ったけど、あと3億くらいは残ってる。はっ、マジか。絶縁された以上、俊平に残してやる義理もないし、好きに使っちゃおうって思ったのよ。ふざけんじゃないわよ。大真面目なんだけど。弟夫婦だけひいきしてるってことじゃな、つるいわ。啓太たちは私と絶縁するなんて一言も言わなかった。それどころか、狭いマンションだけど一緒に住まないかって声までかけてくれたのよ。金持ってるって分かったからでしょ。いいえ、啓太にも黙ってたから知らなかったはず。金の匂いでも嗅ぎつけたのよ。弟の嫁も相当悪どいわよ。私と一緒にあんたの悪口散々言ってたんだから。あなたが私の悪口を言うのを延々と聞かされてたと言ってたけど。一緒になって言ってた。どっちでもいい。今はすごく仲良くしてるし、あなたみたいに私を攻撃してきたりしないから。そんなに金があったならなんで今まで援助しなかったのよ。私がこんな大金を持っていることを知ったらあなたたちどうなると思う。別に変わらない。変わるわ。何かあれば姑に頼ればいいと甘えが出てくるの。奥というと大金に思えるかもしれないけど、使おうと思えば一瞬よ。綺麗事はいいからさっさと金よこしなさいよ。私が生きている以上渡す義理はないわね。だったらさっさと消えろ。これ以上無駄に生きるなら私があの世に送ってやってもいいんだからな。まあ恐ろしい。スクショってどうやるんだっけ。あ、取れた取れた。これ持って警察に行けばいいのね。は？今脅したでしょ。怖かった。冗談でしょ。そうは思えなかったけど。だったらなんだよ。こんな LINE の会話なんて何の証拠にもならないんだから。今ニュースでやってるじゃない。 Twitter とかでひどいことを言っただけでも捕まったり裁判したりしてるわね。あいつらと私は違う。そうなの。でも警察は行くわ。あと弁護士さんも。なんで。ずっと相談してたの。どうすれば長男夫婦に遺産を残さずに済むか。余計なことするな。
相続結核とか排除とかいろいろ聞いたんだけど、とにかく脅したりひどいことしたら相続人としての資格を失うんだって。知らなかった。嘘でしょ。私は人格を否定されるようなことをたくさん言われたし、命の危険も感じた。これで排除できるか相談しようと思うの。待ってよ、絶縁は言い過ぎた。私だってなんだかんだ言ってこの1年心配してたのよ。嘘つきなさい。私が2週間入院した時、ケイタから連絡来たでしょ。あの時は、あの時なんて言った？余計な医療費使わせるな、仏になってから電話しろって怒鳴ったそうね。覚えてない。あなたは他人だから諦めもついた。でも俊平まであんなひどいことを言うなんて思わなかった。実は全部俊平の入れ知恵だったんです。へえ。あの人暴力的で、私逆らわなくて言う通りにしてしまいました。ねえ。はい。その下手な芝居誰が信じると思ってやってるの？本当なんです。もう結構よ。あんたら夫婦は好きなように生きていきなさい。そうおっしゃらずに。孫は可愛いから出入りするのは自由。お祝い事も孫のことだけはちゃんとするわ。家のローンが苦しくて少し援助していただけませんか？孫のためと思って。学費が足りないなら直接支払うけど、あなたたちのためにはビタ一文出さない。お母様。手のひら返しってこういうことを言うのね。長く生きてるけどここまであからさまなのは見たことないわ。尊敬申し上げております。私も将来お母さんのようなババアになりたいと心から思ってます。しくじったわね。今のは変化ミスでバーバと言いたかったんですが。もう結構。今からケイタのお祝いなの。誕生日か何かでしょうか？私もぜひお祝いさせてください。違うわ、会社設立のパーティーよ。はい。リストラされたのは部下をかばったせいなの。実力はあるんだから自分でやってみなさいって独立資金を出してあげたらすごく頑張ったみたいでね。この度株式会社として登記することになったのよ。なんでこうなるのよ。ちな夫婦だけ美味しい思いして。損得感情で考えるからよ。根底に愛がある人は必ず何かしらの形で帰ってくるものなの。愛なんてそんな一円にもならないって思ってた。家族も商売も人間が生きていく上で最も大事なのは愛でしょう。それがなきゃこの世はとっくに終わってる。そんな簡単なこともわからないなんてね。師匠。は？一生ついていきます。学ばせてください。やめて。私に愛を教えてください。後日だ。咲子は連日うちを訪ねてきて大騒ぎするため警察に通報しました。脅した件も含め相談すると罰金刑となり前科持ちになってしまったようです。このことでやっと目が覚めた長男は咲子と離婚、私に謝りたいと何度も連絡してきましたが、あれだけのことを言われてすぐに許せるほど私の心は広くありません。相続人排除ですが嫁がやったことなので実際は申し立てるのは厳しいようですね。一応次男に全額残すつもりですが、遺留分などを請求されると持っていかれてしまうそうなので、それまでにできるだけ使っておこうと思います。次はみんなで旅行でも行こうかしら。ミュウちゃんが1週間前に交通事故で亡くなったって。え？さっきゴミ捨てに行った時にマイカのお母さんに会ってさ、葬儀は昨日終わっただの言ってきて俺もびっくりしたよ。そんな話聞いてない。私はミュウの実の姉なのよ。何かの間違いよね。俺も信じられなくて、いろいろと聞いて回ったんだけどどうもガチみたいなんだ。そんな。そういえば1週間くらいまともに連絡取ってなかったんだっけ？全国通訳案内士の資格試験が近々あるって淳之介から聞いたから。美羽ちゃんが試験に集中できるように連絡を控えた方がいいなんて俺が言ったからだよな。余計なこと言ってごめん。今すぐ日本に帰る。お前今仕事でマレーシアにいるんだろ、そんなすぐに帰れるのか？
こんな状況で帰らない選択肢がある？一旦落ち着いてくれ。落ち着けるわけないでしょ。お前の親どこ親だろう。それにミユちゃんのこともマイカには連絡してないわけだし、絶対に裏があるって。だからこそよ、妹の弔いをあんな人たちに任せるわけにはいかないわ。今はやめた方がいいかもしれない。なんで？ミユちゃん生命保険かけてたろ。それをマイカに取られたくないだの、アホみたいなことも言ってたってうちの親がさっき聞いたらしい。はあ？おそらくだけどマイカに連絡を入れなかったのは保険金を渡さないためとかの可能性が高いと思う。何それ。お前の親って昔から金にがめつい人だったろ。確かに親戚からもらったお年玉は全部取られたし、体調崩してお金がもったいないって病院にも連れて行ってくれなかった。しかも先月マイカのおじいちゃんが持病で亡くなった時もさ、遺産相続で大揉めだったじゃんか。遺産はやらん、葬儀にも来るなって親から言われてたから揉めてたことまでは知らなかった。なんで淳之介は知ってるの？お前の実家はお隣さんだし、これくらいの話噂で流れてくるって。ああそういうことね。幼馴染の親だから言うけど、お前の親マジでヤバいよ。今帰ってもトラブルになって余計ややこしくなるだけだ。だとしても私にとっては大切で可愛い妹なの。せめてお線香だけでもあげたい。この件は一旦俺に任せてくれ。必ずマイカが安心して妹の墓参りができるように俺が何とかするから。淳之介、俺とお前の仲だろ、もう家族みたいなもんなんだし、一人で何とかしようとせずにたまには頼ってほしいぜ。分かった、妹のことは任せるわ。また何か進展があったら連絡するから。ありがとう。私はマイカ、29歳で現在マレーシアで日本語学校の教師をしています。異国の地に渡って数年、まさか最愛の妹とこんな形で別れることになるなんて想像していませんでした。両親との問題など様々な壁はありましたが、淳之介に助けられこの騒動の数ヶ月後、妹のお墓参りも無事でき本当に感謝しています。それからというもの、私は命日になると必ず妹のお墓を訪れました。最初は気持ちの整理ができずにいましたが、帰国するたびに淳之介がそばにいてくれたおかげで私は救われました。あれから3年が経ち、やっと平穏を取り戻した頃に私宛にこんな驚きの LINE が届いたのです。3年後、妹の結婚式を当日ドタキャンなんて最低。私はずっとお姉ちゃんを信じてたんだよ。え？来てくれるって言ったじゃん、あんまりだよ。待って、あなた誰？妹のミユだよ。ミユ？どういうこと？なんで私の晴れ舞台に来てくれなかったの？こんなのあんまりだよ。ミユは3年前に他界してるけど。は？何言ってるの？私は生きてるよ。本当にミユなの？嘘じゃないわよね。1994年12月23日生まれ A 型。これでも信用できないなら今から顔写真も送ろうか？だって私はミユが事故で亡くなったって聞いたのよ。お墓参りだってあの時から毎年命日はしてたし。え？事故どころか病気すらここ数年はしてないよ。一体どうなってるの？順応って説明してくれる？3年前に淳之介から連絡が入って、あなたが交通事故で亡くなった話を聞いたの。淳くんが？ええ、そうよ。私の葬儀には参列した？すぐに帰りたかったけど淳之介から止められて。え、なんで？父さんたちがミユの保険金を私に取られたくないとか騒いでるっぽいって聞いたのよ。トラブルを避けるために帰国しなかったってこと？うん、揉め事を起こしてミユのお墓参りができなくなったらその方が辛いと思って。なるほど。父さんたちには連絡しなかったの？ LINE だけはした。ミユのことで聞きたいことがあるって送ったけど無視された。私が事故に遭ったくだりは話さなかったんだ。そもそも父さんたちって人の話を聞くタイプじゃないから、あまり長文を送っても
変な解釈してブチ切れるかなと思って。確かに。あの時はミユの保険金を私に取られたくなくて無視したんだろうなと思ったけど、なんかいろいろ不可解なことが多くて混乱してきた。さっきお墓参りまでしたってお姉ちゃん言ってたよね。それ本当？純之助が両親にバレないようにあなたのお墓を探してくれて、それでこっそりお墓参りをしてたの。また純くんか。てか、私のお墓は新しく建てたってことになってるの？一応うちのお墓はあるよね。おじいちゃんのお墓でしょ？それはおばさんが管理してるじゃない？それはなんとなく知ってる。おばさんがミユをお墓に入れるのを渋って新しく建てるしかなかったって純之助から聞いたけど。お墓の名前は私だった？うん、確かにミユの名前だった。お墓の裏側までは見た？見てない。お墓の裏側には普通建立者の名前が彫られるじゃん。そこを確認すれば誰がお墓を建てたくらいはわかるから、真偽も明確になるはずだよ。でもミユが生きてるならあのお墓は他人の？私の名前って特別珍しいわけじゃないから、同姓同名の別人のお墓の可能性があるね。嘘。そもそもうちの親が子供のためにお墓を建てると思う？考えてみればそうよね。いろいろと冷静じゃなかったからそれは頭になかった。てかお墓を掃除したりした時周辺を確認しなかったの？純之助からお墓をきれいにしたりお花を供えたら私がお墓参りをしてるのが親にバレる可能性があるって言われたから、お線香しかあげてない。何が目的かわからないけど、今回の件は純くんが大いに絡んでるのは確かだね。一体何のために？そこまではわからないな。そもそもミユはなんで今まで私に連絡すらしてくれなかったの？簡潔に説明すると3年前から純くんに止められてた。それも純之助？お姉ちゃんから私の存在が重荷に感じてしんどいって相談されたとか言われてさ。そんなこと思ったことないし口にしたことだってないわ。マレーシアに渡ってから価値観が変わったみたいだって私は聞いてたけど、それも嘘だったみたいだね。もう意味がわからない。今お姉ちゃんに私から連絡したらもっと嫌われるから絶対に電話も LINE もしちゃダメだって言われて、それで今まで連絡を絶ってたのよ。そういうことだったのね。でも結婚式だけは来てほしくて招待状を純くんに送ってもらったの。そんなの届いてない。この話の流れだと送ってすらないのかも。純之助からは私が参列するってミユは聞いていたの？うん。でも今日になって純くんからいきなりやっぱ会うのは無理ってマイカがって聞かされて、あまりにもショックだったから我慢できずに LINE を送ったのよ。それで今に至るわけか。なんでもっと早く連絡しなかったんだろう。本当にごめんなさい。ミユが悪いんじゃない。とにかく今は純之助がなんでこんなことをしたのか調べないと。うん。式場には純之助がいるのよね。今話したことは絶対に本人に言っちゃダメよ。わかった。変に刺激したら調べにくくなるわ。できるだけ平常心を保って接してちょうだい。頑張ってみる。ミユは今日の結婚式のことだけ考えればいいからね。あなたが幸せになることが私の幸せなんだから。ありがとうお姉ちゃん。数ヶ月後、あなたのこと警察に通報したから。えっ？全部調べはついてるわ。数ヶ月ぶりに連絡が来たかと思えば一体何の話をしてんだよ。ミユが死んだって嘘だったんだよね。何言ってんだ。もう3年も経ったのにまだ受け入れられてないのか？ミユ本人とも話したよ。そんな、まさかミユちゃんはこの世にいないのに変なこと言うなよな。ミユから LINE が届いたの。は？結婚式を私がドタキャンしたって言われたの。何の話をしてんだ。笑えない冗談はよせよ。ミユが資格試験があるから今は連絡はやめた方がいいって私に言ってきたことがあったよね。それがどうした？資格なんて取ったりしてないって本人が言ってたよ。一体どういうことなの？そっちこそ何言ってんだよ。ミユちゃんはもういないのに意味不明なことばかり言うなって。試験なんて受けた覚えないってミユが言ってた。私がミユを嫌いになったなんてミユに嘘を吹き込んだりもして何が目的なのよ。
これ以上何言っても無駄みたいだな。ミユにも協力してもらって、お墓の件も調べたから、同姓同名の別人のだった。そうか。なんでこんなことしたの？何が目的だったのよ。マイカと結婚したかった。は？ずっと好きだったんだ。だから俺のものになってほしくて、マイカの周りにいる邪魔な奴らを排除するために頑張ったんだよ。意味がわからない。マイカって妹ラブだし、離れて暮らしててもミユちゃんのことばかり考えてるだろ。それをやめてほしかったんだ。ミユは私にとって大切な家族なの。大事にするのは当然でしょ。今度は俺がマイカにとって大切な家族になる番だ。妹なんて捨ててしまえ。何言ってんのよ。俺マイカのために頑張ったよ。ずっとマイカのクソ親から守ってあげたし、制裁も下した。すごいだろ、かっこいいだろ。純之助には感謝してる。でも今回のことは許せない。なんでだよ。これからは俺がマイカを支えて幸せにするから、結婚しよう。マイカ犯罪者とは無理。まさか俺をストーカー呼ばわりする気か。これは純愛だ。それにさっき通報だとか言ってたけど、こんなことで警察が動くかよ。そうじゃなくて、あなた詐欺も捨てたでしょ。は？純之助が何を企んでるのか調べる必要もあったから、更新所にいらして身辺調査をさせてもらったわ。そんなことまでしてたのかよ。だって妹が事故に遭ったとか怖い嘘つかれたんだよ。ここまでするのは当然だよ。それで俺が詐欺をしていたと。詐欺グループのアジトに出入りしていたり、受け子の仕事をしている姿を写真や動画で収めることができたの。それを証拠に通報したってわけか。さっきネットニュースで詐欺グループが摘発されたって速報が流れてたわ。あなたの逮捕も時間の問題よ。俺の詐欺のおかげでお前の親を地獄に落とせたのに、そりゃねえだろ。何の話？さっき言っただろ、お前の親に制裁を下したって。あ、本当だ、見落としてたわ。一体うちの親に何をしたの？お前の両親、おじいさんの遺産をかなりの額相続できたって知ってるか？遺産関係の話は全然聞いてない。親父さんは長男だから全部で3000万もらったらしいぜ。そんなに？親に連絡しても無視されたりしただろう。そういえばミユのことを確認しようと思って連絡はしたけど無視された。その時点で俺が不動産投資で10倍に資産が増やせる話を持ちかけてたんだよ。きっとお前に金を奪われないように連絡も無視して関わりを断とうとしたんだろうな。まさかうちの親が相続した遺産を詐欺で巻き上げたのが制裁だっていうの？そういうこと。3000万失ってんのに未だに資産が増えると信じてのんきに暮らしてるけど、近々地獄に落ちるだろうな。両親も最低な人だったけど、あんたもひどい人ね。なんでだよ。マイカだって親のことは憎んでただろ。だから制裁を下してやったのに、その言い方はあんまりだって。純之助とは縁を切る。二度と連絡してこないで。いやだ、俺は絶対にマイカと結婚する。私が嫌だって言ってるでしょ。マイカはいつも頑張り屋さんで妹をけなげに守ってて、優しくて美人で全部俺は知ってるし愛してる。やめて、気持ち悪い。ならミュウちゃんがどうなってもいいんだな。え？言っとくけど俺はミュウちゃんの新居も知ってるんだぜ。まさかミュウを人質に？まあ簡単に言えばそうだな。大切な妹がどうなってもいいのか。残念でした。は？ミュウは今私と一緒にいるよ。お前マレーシアにいるんだろ。それにミュウちゃんの新居はスカド駅の近くの住宅街だって調べはついてんだよ。確か旦那の仕事関係で都心に住む予定って聞いたし。ミユの旦那さんの職業はフリーのイラストレーターよ。まさか海外でも仕事ができるから引っ越したっていうのか？今回の件で純之助が、私はミユに何をしてくるかわからなかったからね、旦那さんとも話し合ってこっちに越してきたのよ。なんだよそれ。俺はお前のために頑張ったのに、こんな終わり方はないだろ。純之助にはこんなことしてほしくなかった。本当に残念だよ。なあマイカ、本当にこれで俺たちの関係はおしまいなのかよ。ごめん、もう無理。純之助のこと信用できない。わ、サイレンの音がする。多分詐欺の件であなたにも逮捕状が出たんじゃない？マイカ本当にごめん、やりすぎたよ。
反省してるから許してくれ。今更遅いよ。それじゃあね。マイカ！後日談。その後淳之助は逮捕されました。日本にいる友人から聞いたのですが、詐欺の他にもいろいろとやばい仕事をしていたらしく、それも含めて実刑判決が下り、現在は牢屋の中にいるそうです。警察の調べでは、舞子との結婚資金を貯めるためと供述していたようで、ゾッとしました。当分刑務所から出ることはないでしょうし、友人の話では出所しても裏の人間からも目をつけられているらしく、まともな生活もできないだろうと言っていました。大切な幼馴染だと思っていたのに、こんな結末になってしまったのはとても悲しいです。ただずっと後ろ向きでいるわけにもいきません。妹もこちらに旦那さんと一緒に引っ越してきてくれたので、今後はみんなで平穏に暮らしていきたいと思います。冷蔵庫の中にマリトッツォ発見。食べないでくださいよ。今晩夫と二人で食べる予定なんですから。甘い。やっぱり私はシュークリームよりも断然こっち派だわ。もう人の家のものを勝手に食べないでくださいって何度言ったらわかるんですか。お父さんが先立ってから家に一人でいても暇なのよ。それに最近食欲がすごくて。それならご自分で買うなり作るなりしてくださいよ。そもそも勝手に家に入られる時点で嫌なんです。私はたかしから合鍵もらってるのよ。2ヶ月前にこの新築ができた時にね。夫が鍵を渡したのは何かあった時のためであって、普段から勝手に入っていいということではありません。いい？エリーさん、家っていうのは人がいないとすぐにダメになっちゃうの。はい。あなたたちは共働きでしょ。だからこうして私がたびたび侵入してあげてるんじゃない。もう侵入って言っちゃってるじゃないですか。はあ、美味しかった。2つじゃ全然足りないわ。2つとも食べちゃったんですか。1つだけ残したら夫婦喧嘩の原因になるでしょ。さてと、次は何食べようかな。もうお願いですから帰ってください。およよ、納豆とキムチがあるじゃない。昨日安かったので買っておいたんです。まさかマリトッツォの後にそんなの食べないですよね。ああ、納豆とキムチってどうしてこんなに白飯に合うのかしら。白飯まで。もうこれじゃ太っちゃうじゃない。そしたらあんた責任取って私にダイエット器具でもプレゼントしなさいよ。これ以上私を困らせるのはやめてください。知ってますよね、私が妊娠してること。それが何なの。来月から産休に入るんです。お腹の子のためにも余計なストレスは抱えたくありません。大げさね、ストレスだなんて。それにこんなこと言いたくありませんが、お母さん、私の部屋に勝手に入ってませんか。何言ってんのよ。ここ最近私物がちょいちょいなくなるんですよね。それに誰かが入った痕跡なんかもあって。義母を泥棒扱いするなんて最低な嫁ね。この間コロコロかけたら茶色い髪の毛が落ちてまして。だから何。この家に出入りしている人間で髪を染めているのはお母さんだけです。そんなもんリビングで落ちたやつが風に乗ってあんたの部屋に入ったんですよ。家の中で風ですか。とにかく私が手出してるのは食べ物だけだから。それでも十分迷惑なんですけどね。はあ、お腹いっぱい。炊飯器の中空になっちゃった。え、だってお茶碗3杯分くらいは入ってましたよね。じゃ帰るわね。もういい加減にしてください。数時間後。ねえあなた、お母さんのこといい加減どうにかして。また勝手に入っちゃったのか。そうよ、今帰ってきたんだけど、マリトッツォも食べられてるし、炊飯器も空で、ご飯粒カピカピ。マジか。じゃあ帰りにマリトッツォを買っていくわ。そういう問題じゃなくてさ、ちゃんと言ってよ。もちろん何度も注意はしてる。でも人の言うことを聞くようなタイプじゃないってわかるだろ。だからってこのままじゃ困る。やっぱり合鍵渡したのは失敗だったか。なんか私の部屋にも入ってるみたいだし。そういえばそんなこと言ってたな。でも確証はないんだろ。まあそうだけど、今更鍵を返せっていうのもあれだしな。スペア作られてたらおしまいだしね。だからあなたが強く言うしかないんだって。わかってるけど。あなたはもうすぐ父親になるのよ。しっかりして。
それもそうだな。よし、わかった。今すぐ母さんに電話してビシッと言ってやるよ。本当に？ああ、俺は言うときは言う男なんだぜ。頼りになるわ。よし、言ってやる。早く言ってよ。なんて言ったらいい？今度勝手に家に入ったらフライパンでぶん殴るとでも言えばいいか？捕まりたいの？そうね、縁を切るくらいでいいんじゃない？本当に切るかどうかは別として、効果あると思うし。わかった。じゃあちょっと電話してみる。お願いね。ビシッと言ってやったぞ。お母さんはなんて？本当にごめんなさい、深く反省するわって。え、マジ？相当強く言ったからな。これ以上エリを困らせるなって。そっか、ありがとう。でもあのお母さんがそんな素直に謝るなんて。俺の迫力にケオされたんだろ。俺は言うときは言う男だからな。わかったわよ。他には何か言ってた？今日の夜お詫びの品を持って謝りに来るってよ。本当に？なんか話がうまくいきすぎて怖いんだけど。まあ問題が解決するときなんてこんなもんだろ。マリトッツォのお詫びに美味しいイチゴを持ってくるって。なんか怪しいわね。考えすぎだろ。まあまた何かあったら俺がガツンと言ってやるから頼りにしてくれよ。うん、ありがとう。その夜。本当に今までごめんなさいね、エリスさん。いえ、謝罪なら先ほど十分にしてもらいましたから。合鍵だって返してもらいましたし。タカシに怒られてハッとしたのよ。私ってそんなに迷惑かけてたんだって。もういいんです。それより私が持ってったイチゴは食べてくれた？いえ、まだですけど。新鮮なうちに食べて。っていうか今すぐ食べて。そんなに急がなくてもイチゴは逃げませんよ。いいから食べてってば。ほら早く。そんなに食べてほしいってことはよほど美味しいイチゴなんですね。もちろん。じゃあせっかくなんで夫と一緒にいただこうかな。うん、食べて食べて。あ、とっても美味しいです。夫も夢中で食べてます。それはよかったわ。あっという間に全部食べ終わっちゃいました。あら、そう、夫婦揃ってバカ丸だしね。はい。理由はすぐにわかるわよ。え、ちょっと待ってください。なんか体の調子がすごくおかしいです。あらあら、どうしちゃったのかしら。体がおかしいんですよ。何か変なものでも入れたんですか？さあ。夫もすごく苦しんでる。すぐに教えてください。大丈夫よ、ただの下剤だから死にはしないわ。下剤？うん、イチゴの一部分だけをくり抜いて細かく砕いた錠剤を仕込んどいたのよ。すべてのイチゴにですか？そうよ、全部食べちゃったんだっけ。じゃあ今日はトイレにこもりっぱなしね。信じられない。ご自分が何をしてるか分かってるんですか？あんたらが悪いのよ。私お邪魔者扱いしちゃって。あなたが人の家を勝手に荒らすからでしょ。でもムカついたの。だからって下剤を仕込むなんて。私は妊婦ですし、タカシはあなたの実の息子なんですよ。関係ない。私を不快にさせた罰よ。じゃあ反省してるというのも嘘だったんですね。もちろん、合鍵だって返したけどスペア作ってあるから。またうちに勝手に入って物を食べる気ですか？うん、明日も明後日もその次も。そうですか、よくわかりました。もうお母さんには何を言っても無駄なんですね。そういうこと。それならもう諦めます。最初からそうしなさいよ。はあ、お腹が痛い。もう失礼します。トイレ汚さないようにね。翌日。ちゃんとお仕事には行けたみたいね。また勝手に入ってるんですか？さーて今日は何をいただこうかしら。って何これ、スカットデパートの紙袋じゃん。ああ、それは。あらあら、いちご大福が2つも。私と夫のです。絶対に食べないでください。私のいちごでひどい目に遭わされたから、ちゃんとしたのが食べたくなったんだ。夫が職場からもらってきたんです。でも2人とも腹痛がひどくて食べられなかったから、今夜の楽しみにと思って。そっかそっか、じゃあこれは昨日あげたイチゴのお返しってことで私がもらっておくね。だからやめてくださいってば。仕事終わりの楽しみを奪わないでください。はあ、すっごく美味しい。
私のいちご大福。ごちそうさま。すごく美味しかったわよ。二つとも食べちゃったんですか？もちろん。そうですか。それならすぐにトイレに行くことをお勧めします。え？夫がもらってきたなんて嘘ですよ。それはコンビニで買ったただの大福です。ちょっと細工はしましたけど。何を言ってるの？あなたが今口にしたのは昨日のイチゴで作った大福ですよ。え？毛材入りの？はい。嘘よね。だって昨日全部食べたって。私も夫もあなたにもらったイチゴは一口も食べていません。は？でもお腹が痛いって苦しんでたじゃない。いえいえ、ソファーに寝転がりながら LINE 打ってました。何それ？めっちゃ怪しかったんで、なんか体がおかしいとカマをかけたんですよ。そしたら下剤入りだと教えてくれたので、お腹が痛いふりをしました。ふざけた真似して、それで仕返しのために下剤入りのいちご大福なんて作ったわけ？人のものを勝手に食べたら罰が当たるということを教えて差し上げたかったんです。なんてひどいこと。私が仕込んだのは2個です。あなたは1パック食べさせようとしてましたよね。ちょっと待って、なんかお腹から邪悪な音が聞こえてきた。私は経験してないので分かりませんが、どれくらい効力がある下剤を仕込んだんですか？一粒飲めば1時間は洪水が止まらない強烈なやつよ。あっちゃー、それを2粒も？そりゃ大変です。トイレ借りるわよ。もちろんです。リビングでぶちまけられたらたまったもんじゃありません。やばい、止まらないわ。お尻からマシンが撃ってるみたい。汚いです。でもその様子だとしばらくトイレからは出てこれませんね。当たり前でしょ。じゃあその隙に自宅の方を調べさせていただきます。え？あ、もちろん私じゃなくて夫が。一体どういうこと？昨日のうちに夫に話しておいたんです。もし今日この状況になったら会社を早退して実家を調べてくれるようにと。一体何を調べるつもり？あなたの家に私の私物がないかどうかです。やめて。なんでですか？見事に出てきちゃったりするんですか？いや、それは。それともすでにどこかに売却済みでその明細書が出てくるとか。いずれにせよ証拠が出てきたら被害届を出しますから。そんな。それから私も夫も昨日の時点で絶縁は決めてますので、家の鍵も変えます。ちょっと待ってよ、こっちはトイレで大変なことになってるっていうのに、そんなに追い詰めなっても。そこは関係ありません。くそ、もう最悪。もう白状してくださいよ。私のもの盗んだんですよね？盗んだわよ。そのほとんどはリサイクルショップに売り飛ばしたわ。そうですか。じゃあ損害賠償請求もしますね。ああ、もうムカつく。こうなったらあんたんちのトイレを汚しまくってやろうか。罪を重ねて刑務所にでも入りたいんですか？それは嫌。トイレはきれいに使うものですよ。それではお大事に。ちょっと待って。後日だ。夫の入念な調査によって義母の家から私の所有物およびそれを売却した明細書が見つかり、私は被害届を提出。義母は罰金刑となりました。またあれだけ言ったのにトイレの中を汚しやがったので、盗品の賠償請求に加えてハウスクリーニング代も請求しました。計3時間くらいトイレにこもっていたようですね。家の鍵も新しいものに変え、私たち夫婦は快適な生活を送っています。義母からは何度か LINE が届きましたが、全て無視。謝罪の証としてバナナを持っていくというメッセージを最後にブロックしました。もう義母と関わることは二度とないでしょうし、安心して元気な赤ちゃんが産めそうです。俺たちの子供産んでくれてありがとな。うん、これから頑張って二人で育てていこうね。え、なんで？パパとママだからだけど、それ以外に理由ある？いやいや、俺たちってのは元嫁と俺の話ね。は？この子は俺と元嫁で育てることにするわ。何言ってんの？本当は晴れだけ貸してくれればよかったんだけど、日本って代理出産が禁止されてるじゃん。ごめん、本当に意味がわからない。だから元嫁と復縁するってこと。子供は俺の子だから二人で育てるんだよ。わからないかな。
私が産んだのよ。お疲れ。前の奥さんとずっと繋がってたってこと？まあそうなるな。浮気されて離婚したって言ってなかった？あれは嘘。なんでそんな嘘ついたのよ。だって女という生き物は落ち込んでる男をほっとけないってネットに書いてあったから。嫁に浮気された哀れな男を演じてみたら美月が引っかかった。あれ全部演技だったの？そうだよ。まさか私に子供を産ませるためだけに再婚したってこと？やっと分かってくれた。理解したわけじゃない。元嫁は子供ができない体だったんだ。そんなの私には関係ないし、よりを戻したいなら勝手にそうすればいい。でも子供は絶対に渡さない。あ、もうもらった。は？新生児室に行ってママのところ連れて行きますって言ったらあっさりくれたけど。誰にも止められなかったってこと？この病院のセキュリティどうなってるのよ。大きめのバッグに入れて運んだ。楽勝だな。信じられない。こんなの犯罪よ。俺の子だぞ。散歩に連れ出して何が悪い？まだ生まれたばかりなのよ。免疫力も低いのに。俺の子だから大丈夫だって。私が痛い思いをして産んだの。だから俺は言っただろ。そんなのいらないから、早く私の赤ちゃんを返してよ。心配すんなって。本も買ったし、今はネットもあるからちゃんと二人で育てるから。お願い、もうすぐ授乳の時間なのよ。きっとお腹空かせてる。ミルクでも育つってネットに書いてあったぞ。哺乳瓶も買ったから安心しろ。お願いします、本当に何でもするから返してください。もう何もしなくていいんだよ。美月の仕事は終わったんだから。警察に通報する。俺の子供だぞ。それに父親が連れ去っても民事不介入で警察は何もできないらしい。そのくらいとっくに調べてあるんだよ。そんな、どうせ明日には退院予定だったんだから一日早まったと思えばいい。母子手帳は私が持ってるのよ。検診や予防接種に必要なの。ご心配なく、再発行できるし代理人でも OK なんだって。何もかも調べた上で計画的にやったのね。何がありがたいって、俺そっくりの子を産んでくれたことだよな。美月の要素が1ミリもないから美佐子が喜んでるわ。あ、元嫁のことね。今すぐ飛んで行って殴ってでも取り返したい気持ちよ。でも産後の貧血がひどくて動けないの。お願いだから私の赤ちゃんを返して。ゆっくり休めよ。じゃあな。数分後、お母さん助けてください。あら、みつきちゃんどうしたの？赤ちゃんが、ひろあきが、元嫁と。落ち着きなさい。ひろあきがどうしたのよ？ひろあきが赤ちゃんを勝手に連れ出しました。は？元嫁と育てるからって私と結婚したのは子供を産ませるためだけだったって。嘘でしょ、あの子がそんな。本当です。今病院の先生たちも総出で探してくれてますが、もう近くにいないみたいで。警察は？病院が通報してくれたはずです。なんてこと。平木から連絡は来ていませんか？何も。心配でどうにかなりそうなんです。生まれたばかりの我が子と引き離されるなんて辛いわよね。ごめんなさい、うちの子がこんなことして。お母さんのせいではありません。でもやっぱり私はあの人が許せないです。当然よ、私だって怒ってる。どうしたらいいんでしょう。授乳の時間なんです。いい、まずは落ち着くのよ。もしひろあきから連絡が来たら冷静に対応するの。そしてすぐに警察に言いなさい。でも民事不介入がどうとかって。小学生のこと、新生児を連れ去るのとでは大違いよ。きっと助けてくれる。そうですよね。元嫁ってことは美佐子ね。そうです、浮気して離婚したのも嘘だったそうです。やっぱり。私この間あの二人が一緒にいるところを見たのよ。え？でも道端で偶然会って話してるだけだと思ったし、わざわざあなたに言って妊婦さんに負担かけるのも違うと思って黙ってたの。そうだったんですか。あの美佐子って女は信用できない。ひろあきと私の前では全然態度が違ったからね。そんな人どうでもいいんです。ただ息子が無事に戻ってくれたらそれでいいのに。私もできる限りのことをする。あなたはとにかく落ち着いて。いいわね？わかりました。翌日、
こんな素敵なプレゼントをいただいて、なんとお礼を言えばいいのか。本当にありがとう。あなたが元嫁ですか。気持ちは今もあの人の妻だけどね。一時的に離れただけだし。息子は元気ですか。全然問題なし。ミルクもたくさん飲むのよ。さっき200ミリ飲んだし。は？一回で？そうよ。ありえない。新生児なら70くらいですよ。あ、そうなの？でも大丈夫でしょ？この子は大食いなのよ。私は母親になるために、この10ヶ月、勉強してきたんです。あなたみたいに、人から横取りして突然母親になれるわけがない。じゃあ、養子を迎える人は、親になる資格はないと言ってるの？そうじゃないけど。産んだかどうかなんて、さほど意味ないの。愛情さえあれば、子は育つんだから。ぬすっとたけたけしいとは、まさにこのことね。後のことは私に任せて、何も心配しなくていいから。名前もこっちで決めておく。あなたは離婚届にサインして、さっさと送ってくれたら、お仕事終了。そうですか。わかりました。あとはお願いします。あら、意外とあっさりなのね。もっと食らいついてきて、バトルになると思ってたのに。あの子が元気で育つなら、それは任せて。あれ、どうしたんですか。なんかぐったりしてる。お腹も張ってる気がするな。あれ、これ大丈夫かな。飲ませすぎたからですよ。すぐに病院に行ってください。お金かかるじゃん。は？まだ出生届出してないから、保険証とか医療証がないみたいなのね。母子手帳もないし、産院から連れ出すからこんなことになるんです。これきっと寝てるだけだわ。大丈夫でしょ。お願いですから、病院に連れて行って無事を確認してください。どうかお願いします。うるさいな。私の子よ。口出ししないで。無事に育てると言ったじゃないですか。人間も物も壊れることだってあるでしょ。ここまでして手に入れたのに、あっさり諦めるんですか。もしダメなら、またひろあきが新しい女に産ませてくれるもん。なんて人たちなの。私が病院に連れて行きます。今どこにいるかだけでも教えてください。騙されないよ。そうやって連れ戻す気でしょ。無事を確認したらまた連れて行きますから。信じないよ。あんたってなんか似合うんだよね。女の勘ってやつ。息子の様子は教えない。個人情報だから。お願いします。もう生きた心地がしません。無事かどうかだけでも教えてください。あんたみたいに子供奪われただけでメンタル総崩れの豆腐女には子育ては無理だね。もらっておいてよかった。私に感謝しな。誰か早く助けて。数時間後、美佐子が逮捕された。なんでだよ。俺の子だぞ。民事不介入じゃないのか。私の赤ちゃん、やっと戻ってきた。元気でよかった。美佐子にあとはお願いしますって言ったそうじゃないか。なのになんで。警察の捜査に気づかれないために演技しただけよ。なるべく刺激しないようにしたつもりだけど、ところどころつい興奮しちゃって反省してる。くそ。あなたはどうして捕まってないの。逃げたんだよ。ちょうど家に着いたらパトカーが何台もいて怖くなってさ。逃げれば逃げるほど罪は重くなるけど。大体俺が何の罪に問われるんだ。まだ離婚も成立してないし、正真正銘親なんだぞ。美佐子という女は他人、そいつが指示して連れ去ったのは明らかでしょ。これは明らかな犯罪。あなたはその手伝いをした。補助罪になるの。はあ。それに弁護士によると、あなたと私の結婚は仮想婚に当たるそうよ。婚姻の意思がない結婚は無効の可能性があるんだって。ここら辺も全て裁判で追及させてもらう。息子を連れて散歩に出かけただけだ。新生児は免疫も低くて、1ヶ月はなるべく外に出さないように言われてるの。それはあなたたちは外に出した。ちょっと買い物に行って居酒屋に行っただけだ。ありえない。喫煙する人もいるんじゃないの。離れてたから大丈夫だよ。お前は本当に大げさだな。許せない。大人の都合で小さな命を危険にさらして。でもなんで俺たちの居場所が分かったんだよ。なんてことないわ。あなたの元嫁の情報なんて警察が調べればすぐ分かるし、住民票を見ればすぐに分かったと思う。でも今回はそこまでせずに済んだ。なんで。お母さんよ。なんで母さんが美佐子の家を知ってたんだよ。先日
あなたと美佐子が一緒にいるところを見たそうなの。気になって後をつけたら、隣町のマンションに二人で入っていったんだって。その住所、警察に教えただけよ。母さんに見られてたのか。お母さんは美佐子のことがとにかく嫌いだからね。何か嫌な予感がして尾行したそうよ。美佐子は優しい女だぞ。どこが嫌いなんだよ。あなたと結婚した時、美佐子からどうせすぐに離婚するんだからババアにこびへつらう必要はないんだよって言われたんだって。美佐子はそんな女じゃない。子供ができたくてかわいそうな女なんだ。全然違う。したたかでずる賢い悪党よ。私との LINE も見せてあげた。かわいそうな様子なんてどこにもないから。お前みたいに簡単に子供を産める奴に美佐子の気持ちがわかるか。簡単？はい、何言ってんの。女がどれだけ命がけで産むか分かってないくせに適当なこと言うな。この辛い10ヶ月を乗り越えてやっと会えた瞬間に奪われてみなさいよ。首から下を失うよりも辛いんだからね。だったらまた次産めば。次なんてない。あの子はたった一人しかいないの。俺はどうすればいいんだ。このまま逃げ続けるわけにはいかないし。この人に助言をもらったら。このバカ息子。母さん、あんたを産んだのが間違いだった。別に母さんにとって孫という事実は変わらないんだから、誰が育てたっていいだろう。何言ってんのこのトンチキ野郎。息子に向かってなんてことを。私はね、美月ちゃんがお嫁に来てくれてとても嬉しかったの。誕生日の母の日も気にかけてくれて娘ができたみたいだった。プレゼントなら美佐子だって。あの性悪嫁が私にくれたものは商店街で買った食べかけのコロッケ一つよ。そんなに失礼なことしてたのか。娘みたいな美月ちゃんが産んでくれた子だから私も泣くほど嬉しかったのよ。そこを履き違えるな。分かってるけど、みそかに頼まれると断れなかったんだよ。だからといって母親から子供を取り上げるなんて言語道断。こんな非道なことをする人間は私の息子じゃない。話は以上。さっさと警察に行け。助けてくれないの。最後くらい親として正しい道に導いておかなきゃ、ご先祖様に示しがつかな。母さん、一人で行けるわね。分かったよ、自首する。何か忘れてない？あ、美月ごめん、辛い思いさせて。一生許さない。それでいいの。許す必要はない。戻ってきたら三人で暮らそう。何ほざいてんのよ。あんたの顔なんて二度と見たくない。頼むよ、俺だって子供は可愛いんだ。そう思うなら養育費だけよろしく。俺にも成長を見守らせてくれよ。諦めて。じゃあね。俺いいパパになるから。生後数日で父親として大失態を晒しといて、よくそんなことが言えるね。さっさと消えて。許してくれよ。後日だ。美佐子と弘明は逮捕されました。罰金刑はないので二人とも実刑となり、今頃は刑務所の中でおとなしくしていることでしょう。美佐子は裁判の時にこう言ったそうです。ちょっと借りただけ。冗談じゃありません。私の子はレンタル品じゃない。あの女が出所したら浮気、精神的苦痛に対する慰謝料も請求してさらに追い込んでやります。私たちの結婚に関しては婚姻無効を申し立てました。こちらも出所したら慰謝料、養育費ともにきっちり回収してやります。サインのセキュリティについてはあれ以降見直しがあったそうです。誰でも入れるよなとは実際に思っていたので、無事に戻ってきたこともあり病院には何も請求しませんでしたが、二度とこのようなことがないよう約束していただきました。一人で子育ては大変ですが、たまに近くに住む義母が助けに来てくれます。いつまでも息子のおばあちゃんとして元気でいてほしいですね。